こんばんは。早っ。一瞬で来たね。早くね。ちょっと待って、のこ、こんばんは。あ、早くない？ 一瞬で来た人いんだけど。いやー、ちょっと待って、頭おかしい。いい感じに、悪い感じに頭が、ヤホーのこちゃん、いい感じに、悪い感じで頭おかしいですけど。おいっす。皆さん、お疲れ様です。こんばんは。待機してた。こんばんは。のこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。何してんの？お疲れ様。目が死んどる。いや、こんなもんだよ。のこさん元気だよ。こんばんは。来た。酔っ払い。いや、酒を酔っ払ってる。いや、今日昼からずっとね、曲作りして、マジで13時間ぐらい。お疲れ様です。あー、疲れた。こんばんは。真っ赤だね。こんばんは、こんばんは。俺さ、今日はブサイク。俺今日さ、てか焼けてるよね、俺ね。お疲れ様、偉すぎるって。こんばんは、日焼けした。今日ノーメイクなんだけどさ、すげえや。今日一日中新生かまーちゃん聞いてました。焼けてるよな、俺ほんと。すげえ顔焼けてない。顔違くないって。肌赤くない。眠たそう、焼けてる。毎日配信嬉しいけど大丈夫。大丈夫じゃん。頭いかれてる。黒い日焼け。これ完全日焼けだからね。また曲作り配信。今日は疲れた一日中。今日みんな何してんの？焼けた、めっちゃ焼けてるよね、俺ね、やっぱね。BGM、のこつ、酔ってるよ。松崎しげる、昨日見れんかった。てか、俺、昨日配信してないっしょ。昨日配信してないって、待って。俺さ、あとさ、今日さ、日曜日だと思ったんだよね。 今日、月曜日なんだよね。 夏休み、社会人はまだ働いてんのかな。長袖だ、つけ、月曜。俺今日日曜と日曜、今日ゴミの日なんだ。いや違う、俺今日マジで月曜日感覚、私も日曜、今日月曜日なんだよね。働きてる、休みだし、毎日仕事やで、お疲れさ。今日だから、社会人の人は夏休みボケ。社会人の人はあれ、あ、お休みなんだよね。仕事だわ。明日から夏休み。いや、夏休みってけどさ、もう始まってんじゃないの？ガキどもは。お茶バッグ、仕事だるかった。お疲れさまです。あれ、昨日やってないかって、わかんない。 俺もちょっと、昨日のね、思い出がない。ない。始まってるっぽい。もう7月も終わ、あ、そっか、7月30日。え、明日も8月？初見です。のこさん、最近活動してますか？いや、失礼な。失礼な。頭がおかしくなってるって言ってんだろ、曲作りで。あれ、昨日じゃないっしょ。え、おとといとか3日前とか4日前でしょ。ゴリラ、なんかちょいちょい音切れる。ヒゲ伸びたね。明日で7月。おとといかな。え、ちょ、待って、俺さ、今さ、電波悪くない？電波悪かったらもう高画質やめるから。高画質のせいだから。画質が良すぎてヒゲが見えない。お、ヒゲ剃ったよ。機能してない。もうヒゲがなんかあれ、もうくっついてんだろ。33歳にもなれば頭が曲順調ですよ。悪くない、電波悪くない。じゃ、てめえの絵が悪いんじゃねえか、この野郎。お前の絵が悪いんじゃん。プツプツ切れるとか言うなよ。お前のくっつく最高。今日カラオケでフロントメモリー歌った。まださ、ランキング入ってんのか、フロントメモリーって。綺麗に見えるよ。こんばんは。ニート感。手もこんがり焼けてる。今日元気ですね。切れてないよ。お前らが切れたとか言うからだよ。プツプツ切れるから、早くね、やめてくださいみたいに。画質いい方が嬉しい。高画質、ツイキャスだと毎回高画質やってるからさ、電波プツプツになるときはなると思うんだよね。キョロちゃんかわいい。ロゴさん、飲んでます。目どうした？目どうしたって何が？目が俺どうかしてる？いつもと違うってか。今日別にノーメイクなだけだよ。いつ、あ、最近あれ、メイクさんのスタイリストさんに、あれだよね、がっつりメイクしてもらって、日焼けしてるよ。がっつりメイクしてもらって、ツイキャス高画質配信してるから、今日はだからノーメイクだから。T シャツくれ。かわいい。落ちぬ。何時に起きたん？今日朝のね、僕ね、5時か6時に起きました。それからずっとね、20時間ぐらい曲作りしてるから、頭がおかしいんですね、今。目も日焼けしてんの。今日もウイスキーってか、俺毎日ハイボール飲んでるよ。お前らのせいで。君たちのせいで、僕は、もうこれ、ウイスキーと、ね、ウイスキーともうサイダー、もうこれを混ぜるっていうね。もうこれしかマジ。早く寝ろ、うるせえ。ほどほどにね、名曲できた酒のハイボール漬け。いや、お前らが、そう、俺三ツ矢サイダーだってさ、スーパー行ってさ、でっかいの5本買ってっからね、でっかいの。毎日新鮮感ありがとう。罪深い酒を、そう、君たちが、教えたから、僕毎日これ飲んでっからね。ほんとに、すげえなんかいい感じに美味しいんだもん。悪魔の実みたいだな。いやいや、けど、すごい美味しいんだよね。俺これ持った瞬間になんかさ、いいか、似合うよね、やっぱ俺ね、こういう酒ね。
炭酸水いい曲できてるよ。休館日って何？今日は何時までキャスやるんですか？知らねえよ。お前ら寝るなよ。爆弾みたい似合う。ああ残さ、今日はね、あのね、びっくりゲストがあるから、あー今日びっくりゲストがあることは言っとこう。お前ら今だから寝たらそのびっくりゲストに会えません。高そう、目が座ってる千葉木、今日びっくりゲストがあるから、今日はね、あのね、早く寝ない方がいいよ。びっくりゲストヒカキン来る。佐藤ちゃん誰やヒカキン。出ません。誰がまた釣りだ、釣りじゃない、今日びっくりゲストがヒカキン。あの悪いんだけどヒカキンじゃないから、安倍翔じゃないから。ヒカキンとか安倍翔とか深瀬くんとかすごいびっくりゲストをみんな想像してくれてるけど、ごめんね、そういうのじゃないよ。うん、そういうの期待してる人はもう寝ていいよ。いつも釣りや、今日釣りじゃびっくり。うん、先にお風呂入ってきて大丈夫っす。モノくんかい、けどわかんない、俺もちょっと、ね、眠いからわかんない。ニコラ津山さんじゃありません。ネオニー見たいね。レイカちゃん、モノくん、びっくりゲストは今日は いるんで。はい。何やねん、アシトシさんかな。親父はわかんない。ちょっと、花火大会配信とか協力してくれたら次出るよ。お父さん、ミサコさん、細見さん、ひとしさんとタケノコ配信みんな好きだね。お前らなんでいつもさ、親父とタケノコ配信をいつも上げてくるの？昔のさ。あれ、あんな、そんなに良かった？タケノコ配信。あれ俺覚えてんのさ、あのさ、俺がさ外出てさ、タケノコ一生懸命さ、あの生えかけのさ、秋にタケノコをうーんうーんってやりながらケツ、みんなにケツ見せて、面白い。えら俺ほのぼ、まあ、ほのぼのしてたけど、夏いいね、よかったです。タケノコ配信この前見たな。お前らタケノコ配信がさすごいさ、なんか評判毎回さ上げるよね。何あれ、タケノコが良かったの？バカリスナーのやつねって、わかんない、俺あんま覚えてないもん。だってもう20年前とかでしょあれ。タケノコは癒し系、何が良かったのあれ。のこやほー、のこさんこんばんは。あれは定期的に見るよ。そう、和むから。あ、なるほどね。じゃ、親父が良かったあの夜。じゃ、親父がやっぱ良かったんじゃない？うん、親父が良かったんじゃない？あれ好き。パパとほのぼのの。まあ、そう、ラブサマちゃん。あ、ラブサマちゃん昨日ありがとうね。あのね。なんか、うん、対バンしたよ俺は。ひとしさんの見守りがたまる。何回見た？親父切れたとこは笑えた。いや、覚えてない俺ほんとに何も。タケノコ俺が引っこ抜こうと、あれってやってか、いや今日がしていつも親子愛だよね。ああ、なるほどね、そういう感じがいいってことね。一つのドラマとしてね、親父との配信はけどさ、いつもさ、それは親父がいるんだから、それはさ面白いじゃん。ひとしさん突然シャメ取り出すの、わかんない、覚えてない。あの、親父がいればさ何でも楽しいっしょ。うん、あ、フジロック見たよ、あの生配信 YouTube で。そうそうそう、サッチモスとかあの出たじゃん。うん、可愛いって。ひとしさんもう来ないよってないか。親父別に、またサカナクション、まあサカナクションをちょっとしか見てないかも。でもよかったよサカナクション。親父あれすげえな。竹の会社知らないけど面白そう。多分四つ目にあんじゃん、あんなにうめえの持っちゃって。あ、それは竹子配信か。デフォルトお休み。いや、お前寝ると本当後悔するよ。今日は寝たら多分後悔するよ。いつも風が襲うよね。サカナクション好き。でもサカナクション見たかった。のこさん、こうかまっちゃんもフジロック出てるね。くちゃせかまっちゃんってやっぱサカナクション見たよ。うん、ちょっと見た。サカナクションは旅ちょっとして、あの YouTube ライブでやってたんだけど、サカナクション安定のライブだったね。父ちゃんいいキャラだよね。かまってちゃんで中国で人気ある。あ、そうなんだ。ジャック・ジョンソン、あ、ジャック・ジョンソン見た。ジャック・ジョンソンよかったな。ジョンソンめっちゃ良かったよね。ジャック・ジョンソン。ホルモン 見れなかった。寝ないように頑張る。イースターユースも出たよ俺。けどあんまりそんな、なんか時々しか見れなかったから、イースターユース見たかった。後悔。ミーシャ見てない。歌声そうあったらしいね。明日なん Yeah every day everything Yeah everything。 イースターユースめっちゃ良かった本当に。のこちゃんこう、イースターユースってもうすごいよね。活動何年してんの？もう40年間とか、エレカシ？イースターユースってすごい、俺すごい尊敬するわ。あんななんか、うん、めちゃくちゃさ、売れてるわけじゃない。のこ久々見た、あなた元気だったのってない。見ての通り、今は僕はもういつだってフルパワーだよ。ね、33歳になりました。ホルモン好き、ダパンプ見たかった。ダパンプ、嘘でしょ。嘘でしょ。ダパンプ出てないでしょ。フジロックだよ。いや、残出てほしかった。イースターユース30年くらいあって、ダパンプ出てたやつ USA って、なんだっけ、愛され、なんだっけ、サビ、
おじさん眠い、元気でよかった、俺は元気で、メンタルは元気で、やっぱ夏は元気で、 USA ダパンプ出たの本当に、 USA 日焼けした、え、じゃあ日焼けしたとかメイクしてんだけど、カモンベ、あ、カモンベイビーアメリカってやつね、さあ、あれいい曲だよね。ああ、ご飯ちゃんと食べてない、だって暑い時食欲なんかわかねえもん、そのパジャマ好き、のごちゃんこんばんは、夕ご飯食べてない、いや何も、いや夕ご飯ってか俺今日何も食ってねえマジで、うん、何も食ってない、やめてお腹すくから、うん、さっきテレビに出た、え、フジロックは出てないよね、かまちゃんフジロック出るなら行くぞ、てかさ、なんでさ俺フジロック呼ばれないの、また向井修徳とコラボして、コラボなんかいくらでもするよ、うん、修徳と修徳とコラボいくらでもするから向井さんはちょっと俺結構もうなんかもう100回ぐらい会ってる気するから、なんかもう修徳って言ってもなんかいいいいかな、フジロックできんじゃないよ、ご飯食べてちょいくらでも向井さんけど、またけどどっかで、なんで向井さんよくよくテロップしない、修徳呼び向井さんラブ様ちゃんと思って、いや対バンしたい人いっぱいいるよ、そりゃ対バンなんか誰でもしたいよ、向井とニコ名前向井って呼ぶな、向井さんだろ一応なあ、お前ら先輩なんだから対バンしよう、フジロック出たら行くね、足りねえだろ、かまっちゃんフジロック出たらそれ行くだろ、アンダーソンパークってわかんない、フジロック、あ俺さやっぱさあ あれ見たかった、一番あれ見たかったんだよ、あのフジロック行ったことない、かまっちゃん出てほしい、うん、スーパーオーガズムってバンドいいんだけどさ、あの15歳ぐらいのさ日本人のさ女の子はさ、あの海外飛び出てさ、あの多国籍みたいな感じでさ組んでるバンド、スーパーオーガズムっていう、ボブディランはあれダメだった、新劇エンディングビビったリンホラとはとはまた思わなかったね、リンホラだとは思わなかったね、進撃エンディングね、3期ね、あれリンホラだったね、まさかのいやオープニングにしろよってさ、そうリンホラだった、いやあれオープニングしろよってね、ちなみに前回のエンディングはこの人がやりましたね、進撃の巨人、前回は僕ですよね、リンホラ、そうリンホラ、今回はリンホラだったよね、いやな、いやな、まさかね、リンゴラ、リンゴラ、ノコだ、NHK 仕様、この人、いや、これ、俺、実はそうじゃん。今、まだね、この団地で住んでね、20時間作曲ずっとね、火生やしながらやってた人が、やりましたよ。すごい話だよ、やっぱな。2期エンディングめっちゃかっこよかった。シロちゃん、まさかのこの人です。天才ここに、ノコさんすごい。スーパーオーガズムめっちゃいいよ。てか、スーパーオーガズム。お前ら知んないの？まあ、洋楽なんだけど、まあ洋楽なんだけど、にあのボーカルの子があのすごいなんかさ、まだ見てね、え、スーパーオーガズムお前ら知んないの、だっせ、遅れてる、おっせ、遅れてんね、この人がやりました、夕暮れ鳥本当好き、本当ありがとうございます、ハッピーエンド、スーパーオーガズムずっとファック言って、あ、俺だから見たよ、ずっとなんか女の子まだ若い、そう女の子、まあ知ってる知ってるよって言って、俺知らないね、コン詰めすぎ、残せよく知ってんね、残団地な、マンション、僕団地だよずっと、お前らみたいなブルジョアとちげえんだよな、マンションとか俺だって、俺小学生の頃とかさ、マンションと団地の違いが分かんなかったんだよ、うん、まあ今でもあんま分かんねえけど、団地とマンションの違い未だに俺あんま把握してない、そうそう、でも団地だけなんかさ、すごいなんか団地のことは遊んじゃダメみたいにさ差別されてるよな、なんかな、団地作曲の子売れた、あしら団地の子、私も分かんなかった、懐かしい、いや俺今でもあんま分かんない、バスタブ送んないでくださいね、バスタブ送られても困るんで団地とも、団地いいのに、団地、いや全然いいよ、団地とマンション違う、分かんない、あ、なんか一軒家とマンション違う、当たり前だろ、あのさ俺さ、けどさ、あのさ、オーガニズム、オーガズム全く違う、スーパーオーガニズムなのあれ、スーパーオーガズムじゃないのあれ、お前ちょっと待って、団地の話と後にして、これスーパーオーガズムじゃないの、スーパーオーガニズムなのなんかめちゃくちゃ快感を得るっていうさ意味でさ、オーガニズムなんだ、あ、そうなんだ、俺ずっとスーパーオーガズムだと思った頭ピンクやんなってうるせえいや、めちゃくちゃ快感をそう得るっていう意味でそういうバンド名かと思った、スーパーオーガニズムなんだ、スーパーオーガニズムなんだ、そうなんだ、スーパーオーガニズムボーカル18歳、18歳なんだ、まだ、まだっていうか俺もっとなんか若いと思ったな、15歳とか久々の子、やめえ、あと、いや俺ボーカルの子15歳とか14歳だと思った、18歳けど18歳でも若いよね、何そのダサい T シャツってないか、見りゃわかるだろ、キョロキューだよ、
社内達成って言ったじゃん。いやい、オーガニックバンド中学生か。いや違う違う、18歳らしい。けど18歳でも若いよね。だってさ、あの子さ、ボーカルの子さ、日本人でさ、日本人で若くして渡米して、私は日本では感覚が合わないみたいな、そうそうそう、日本の同調圧力はもう嫌だみたいな感じで海外行って、でもって向こうのアメリカ人とかとさ、バンド組んだバンドがスーパーオーガズム、はい、その T シャツイオンにあった。そうなんだ、日本人なんだ。そう、ボーカルけどずっとあの英語ペラペラだから、ずっとだから俺もフジロック生配信 YouTube ライブ見たの。そう、若いのにすごい行動力、若いからなんじゃん。若いからすごい行動力なの、若いのにすごい行動力、若いからなの。俺みたいに33歳のおっさんだってさ、もうアメリカさ行くとかさ、もうさ骨折しちゃうよね。残さ物持ちような、そう、若さゆえだよ。30もう過ぎたらもう骨折しちゃうから。数を集めてサカナクション一郎先生か。何が一郎先生だてめえな、何が一郎先生だてめえな。お前お前なんだ一郎先生って。お前はよ、初見です。何お前長いよ。ありがとうね、はい、若いうちにいろいろやらないとね。息継ぎしてますよ。 BGM ハッピーエン、のこさんとエリカシ宮本さん対決させてやめてください。対決はってどういうの、対バンはねしたいけどさ、セロ見たかったけどセロ見てないな。サカナクションに厳しくない、俺好きなんだよ。サカナクションは、うん、サカナクションはね、愛がゆえに俺はディスっていうだけだから、いつも言わせないで。山口さん知る、縄跳びして嘘。俺けどちょっとしか見てない、本当にちょっとしか 見なかった。のこ競争ボクシング、ネットでメンバー集めてこう。あ、そうなんだ。のちゃんこんばんは。ワークなりた、30過ぎたら骨折する説何言ってんの。30過ぎても骨折する、俺膝未だに治ってないんだよ。膝が未だに治ってねえの。俺だいぶ失敗してさ、あの2ヶ月前だいぶ失敗して床にビターってここから落ちたんだけど、すーげーまだ痛いんだけど。うん、魚ション、まあかっこいいよね。まあけど、そうそう、骨、そうね、腹、脇腹治った、足遅いね。 MRI 取らないとダメかな。足日焼けすぎだろ。ね、日焼けしてるよ。うん、最近ウォーキングはね、今日はずっと曲作りしたけど、足遅くなった、全然ならない。 MRI ってなんか聞くと、なんか MMR さ、愛がゆえにディスってどういう意味ってないが、お前には分かんないんだよ、まだ子供だからな。うん、子供にはまだちょっと早いかな。愛がゆえにディスるって意味が分かんないか。子供にはちょっと早いな、これな。うん、愛がゆえにさ、憎いっていうのあるじゃん。うん、そうそう、運動できて、ウォーキングできて、フジロック、あと何見た、何見たっけ。ジャック・ジョンソン、ジャック・ジョンソンと、あと、あとは何見たっけ。薄らいで、大人だけど分かんないって、分かるだろ普通に。大人だったらよ、そんな生きてたらよな、分かる。誰よりも愛しく、誰よりも憎い、まだ痛いとかおかしいよな、やっぱおかしいのかな。 MRI って俺聞くと MMR 思い出すんだよ、あの昔はなんかさ、あのさ、おっさんおばさんは覚えてると思うけど、これおっさんとおばさんしか覚えてない。1998年のとこテレビでやってたさ、 MMR ってやつ。骨折れとる、なぜ分からないんだね。フジロックって値段高いからな。あれ、投資券で、3日投資券で俺行ったことあるんだけど、確か9万、あ、違う。キャンプ代込みで、9万円。10万払った。10万、10万、確か10万。だから俺の、だってさ、バイト、深夜バイト頑張って20万俺得てたんだけど、そう、その半分行ったもん。半分。そうそうそう。うん、俺3日間、投資で行った。そう、3日間券確か6万円ぐらいで、1回新潟までの新幹線とか含めて、キャンプ代とか含めて確か4万5万かかったから、金持ちの子じゃん、高えってないが。MMR。あの、僕けど昔本当にあの、バイト、深夜バイトめっちゃした時、めっちゃ週帯行った時、20万とかせと。そう、でも半分行った。今売れてるから余裕で買えます。はい、20万。ないば。20万。まあ今売れてるとか、まあ残の行動力は、若い時はやっぱね、まあね、確かにね。スーパーオーガニズムもさ、あの子も、ボーカルの子もさ、アメリカ行っちゃう。若い時の行動力はやっぱね、異常だよ。バイトで20万。バイトで20万俺行ったことあるよ。本当に。深夜バイト、シフトめっちゃ週5、週5、6で入ったことあって、マジで。バイトで20万、いや、深夜バイトだよ、深夜バイト。カラオケかな。うん。バイトで、そう、さ、毎回じゃないよ。深夜バイト20万、俺めっちゃシフトで入ったことある。そう、パワーあったね。ぼっちで行ったの、ぼっちで行ったよ。一人で行ったよ。だから一人で行って、テント一人で組み立てて、だからその一人、あの、フジロックってあれ山だから、あのテントキャンプの時に、夜になると深夜になると風がビュービュー吹くから、それで、ものすごいこうやって揺れるの、こうやってテントこうやから、俺いつもやるじゃん、あのさ、このさ、再現するとさ、こうやってさ、テント自分で持たないと、あの、テントって張るとさ、あのさ、あの棒があんじゃん。棒をしっかり掴まないとかって、寝たまま棒を掴んでこうやって、こうやって、風がビュービュー吹くから、掴んでないと飛ばされちゃうの、テントが。だからこれこうやって、うわーってこうやって
これま、これ本当なんじゃ、この話をや、なんか聞いた、いやこれね、本当なんだよ。これなんか嘘と思うし、お前ら自分で揺らしてんじゃんってさ、お前らさいつも言うじゃん。そうそうそう、一人説教、いや本当に俺の時はやばかったんだってマジで。今年もけどさ、台風12号が来てたからさ、やばかったんじゃないの。持ってねえよバカ、本当に持ってない、これ本当にやばかったの。これだって、これ自分でこうやってわーってやるんだよ、テント深夜のさ3時から朝まで、朝のさ要するに風が止むまでだよ、うん、風が止むまでこうやってテントのこうやってさ、このさあの棒のとこ持ってさ、うわーって、うわ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 って、これをあの深夜サバイバルゲーだから深夜だいたいあのまあテントへ寝出す時間がだいたいまあ11時とか12時間なんだけど、それ朝の6時までやから、6時間、何時間くらいだろう、6時間ムサバみたいに飛びそうって、いや楽しそうやなって、いやでもまあ思い返してみれば楽しかったよ、うん、あれはあれで経験になったよ本当に。台風来たの、いや台風来てなかった俺の時は、確か来てないのにうわーってなったの。6時間本当だよマジ、みんなそれやってんじゃない。一人で行ってる人、じゃあ俺のテントはしょぼかったのか知んないんだけど、大体テントあったらさ、なんかさ重りを敷くじゃん、なんかさ三角形にテントなってんじゃん、石とか置くじゃん、俺は石とかさなんかなかったから、使用許可ってお化けじゃないよ、風だけだから、風だけだよ。お前風じゃなかったらさ、あのさ隣にさいろんななんか外人とかさ、いろんな客いんだけど、そいつらが俺のこといじめててさ、こうやってさうおーって外からやってたら、それは腹立つよね。モノくんもしたって一人で行ったの、俺一人なの。あのペグを打つ、あそうペグは打ったよけど、ペグはちゃんと、でもみんな岩とかさなんかさ置くじゃん、あの三角形のとこにさ岩をちゃんと集団で杭を打つんじゃない、いや打ったわ杭打ったわ、それバカじゃねえわ、うん、ペグで固定したわ、ちゃんとインターネットで調べたもん俺、テントどうしたのってないから、テント買ってよ、うん、今年今度モノくんと行きなよ、それ考えたら面白すぎ、それをずパグ、パグじゃペグ、ペグパグじゃなくてペグ、岩とかみんなやるんでしょ、そうそうテント、うん、人為的に揺らされた、違う、いや本当にこれ俺持ってないからね、これお前ら一人フジロック行ってみ、一人で行った時だけなのかなこれな、集団で行ったら風が吹かないのかな。あんま俺しか言ってなさそうな気するよね、話持ってるみたいに言われるけど、俺しかなんかさ、うん、一人で行った時しか風が吹かないのか分かんない俺は、うん、今なら高いテント買えるね、今年の動画、軽いから集団、あまあ俺軽いからぼっちノコは軽いからって、まあ確かにそれもあるかもしれないけどね、来年藤野とボランティア行こうかな、逆パラグライダー高いテントでも飛ばされたらしい、あそうなの、やっぱそうでしょ、特に今年さ台風さ鉄人あ12号がさ出てきてたからさ、今年もってぼっちいじめ、いや精神薬の副作用じゃない。そんなとこに精神薬は、いや別に持ってってないよさすがに、さすがにフジロックにと持ってってなかったよ俺、てか飲んでないよ。やべえやつだろお前それな、マイスリーとか持ってってラリってさ、ラリってテクノ聞いたら、そういやケミカルブラザーズとかいたけどさ、ラリってケミカルブラザーズ、ちょっとケミカル入れてケミカルブラザーズ聞いてやろうかなみたいな。いや、まあ、精神薬はほんと持ってってない、その時はマジで、あ俺ツアー中は持ってってるけどね普段、うん、ツアー中はね寝れない時とかあるからさ、フジロックに精神薬、いやお前ら、いやお前、あいやこの話やめよう、ツイキャスだから。この今ちょっとあのツイキャスだからやめよう、会員ニコ生だ、会員限定ニコ生だったら別にね、あのね、あいいよ言って、言わない、ついフジロック出なくなっちゃうから、はい、この話いいのやめよう、なんだそれ、何ってフジロックの話ある、そう、うん、今度正規で話しよう、いや正規では話したじゃん、正規では話したことあるよ、うん、お口がちっちゃく、誰が見てるか分かんないから、フジロックでセックスしてる人いるね、別にいいじゃんそんなもん、そんなもんならまだいいじゃん、会になる価値ありますよ、精神薬を笑えたってないか、いや僕ほんと精神薬持ってる。持ってってないよ、その時は持ってってないよ、はい、ケーブラ好きだったの、いやだから俺一人けどさ、精神薬抜きにしてもさずっとさ、だからでも一人であのね、チャック大島、チャック大事、熱湯から上着の僕ね、けどね本当にね、けどねマジでもう精神薬なんかいらなくて、もうねそんなねケミカルなんかいらなくて、酒だけずっと飲んだの一人で、フジロックもうずっとなんかメインステージ、グリーンステージとかホワイトステージとか一人で酒飲みながらこうやってさ、ウィーってやりながら、ウィーって言いながら本当歩いたの一人で、マジで一人なんだけど、もうフジロックっていう場所がすごいのマジで、いやあの場所やっぱねすごいよ、いいよ、環境が良すぎて、そう楽しくなっちゃうの、
変なおじさんじゃってないが、まだその時二十歳とか21歳だよ。酒が精神薬なんやな。一応一体酒飲んだよ。めちゃくちゃ酒飲んだ。いやてか酒ナンパとかしなかったよ。ルーリード、そうルーリードとピクシーズとルーリード見に行ったんで俺は。うん、あとはあのいろいろ出たよ。フランツ・フェルディナンドとか、あとはいやいろいろいたなけどな、豪華だって今思う。フランツ・フェルディナンドもいたし、あとはあのあれなんだっけ、あのなんだっけ、あリバティーンズとかいろいろなんか豪華だって今思えば、いろいろいた。おたけびした、うん、人呼ばったから。ケミカルブラザーズの時ビあ、ビョークいなかったよ。いなかったよビョーク。おい、いたと思っちゃって今ビョークいなかったよ何いたんだっけフランツ、そうフェルディナント、リバティーンズ、そうリバティーンズのピート・タウンセントがいない時ピートがいなかったんだよ。うん、リバティーンズ見たけどピートいなかった。レリーいなかったよ。記憶の解散。ちょっと待って、ビョークじゃない。誰だっけな、俺。あの鳥。ルーリードけど見れてよかったな。もうだってし、あの今地獄にいるもん、ルーリード。地獄っていうか、まあ、あの世にいるもん、ルーリード。ルーリードもう死んじゃったからね。うん。伝説のミュージシャン見れてよかったよ。うん、絵画アーティストばっか見たって、絵画、いや、あ、油だこ見た、油だこ。日本のバンド、ハードコアバンド、昔の伝説の。うん、油だこもよかったな。油だこと、いや鳥は誰だっけっていうか、そのフジロック出たらちゃんと演奏すると当たり前だろバカ野郎。こんな風に喋ってるわけねえだよずっとフジロックにやってまいりましたね。いやーものすごい、僕実は一人テントしたんですよって、風でビュン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 ってさみたいな。油だこすげえ濃いメンツ、すごいメンツだね。いやだから僕2004年とかだよ。うん、だから14年前か。うん、2004年とかだから14年前。うん、そんぐらいに僕はあのフジロック出たからさ。ああフジロック M、 何が、ノコさんならいける、やばい、ゆら、あ、ゆらら帝国、そう、ゆらていた。ゆらゆら帝国もいた。ゆらゆら帝国がめっちゃよかった。あ、ルースターズ、そうそうそう。よく知ってんね、ルースターズ。ルースターズ見たよ。そう、ルースターズの時。知ってんね。2004年。うん、来年マジで出てほしい。ゆらて、ルースターズもいて、あと、何いたっけな、あと、フジロックってか、鳥がだから、ルーリードと、あと他、何いたんだっけ、俺覚えてねえな。ケミカルブラザーズ鳥だ、あと。うん、ケミカルブラザーズ。あと一人、千葉祐介さんいた？もっと昔かと思った。多分2004年とか。14年前、未成年じゃ。あ、未成年かな、俺。19歳とか18歳。僕の心はあなたの奪いさ、熱そう、熱い。車で行ったの、新幹線。車で行けないよ。今だったらカーナビも、あの、みんなのツイキャスのさ、お茶箱のお金で買ったから。今だったら車で行けるよ、新潟で多分。ああ。ルースターズやば、大江慎也大好き。いや、ルースターズ見たよ。だから、ルースターズ再結成って時に、いや、あの、その時に僕行ったから、ホワイトストライプさ、いたかも。いた。スネアヘアもいたかも。いた。あと、アジカンいたかもしれない。アジカンも見た。アジカンいた、レッドステージに。温暖化つら。だから、今思えばさ、めちゃくちゃ、あの、豪華な、お茶バックしてください。お茶バックタイム来ました。YMO いなかったよ。アジカンいた。だから、豪華だったよ。俺の時、本当に。やっぱフジロックすごいね。いや違う、俺行った時豪華だったんだよ本当に。今思えばね、その時はまだまだみんな若手だったけど、リバティーンズとかさ、あのさフランツ・フェルディナントとか。今だったら鳥じゃん。ルーリードの話聞きたいな。いいよ。すっげえつまんなかったね。あのね、俺の感想は寒かったあのつまんなくて寒かったんじゃなくて、あのあれですよ、クルリいたかな。クルリ見なかった、確か見たかったんだよ俺、岸田さん。あ、クルリね。ルーリードは本当にね、あ、鳥だったんだけど、あの寒かった。あの違う、単純にあの気温がさ、もうさ夜の9時とかだったんだよ。すげえ山ん中だから寒いの寒いの。しかもルーリーのさ、あのおっさんさ、まあ盛り上げようとしねえからさ、盛り上げようと一切しねえんだよあのおっさん。いやルーリードって、うん、エルレいた、嘘、寒かった。いや、じゃあ、本当に。曲どころじゃねえ。いや、だから、ルーリードみんな知らない人もいるかもしれないけど、あの、名曲あんだよ、世界的に名曲。パーフェクトデイっていうね。Yeah, it's all perfect day! みたいな。あの時だけなんかね、俺もさ、他のお客さんも盛り上がって、ウェイってやったーみたいな。それ以外はみんなもうね、ずっと棒立ち。ずっと棒立ちだよ、本当に。ダウン持ってたもん。いや、あ、行った人それ、フジロック。いつかわかんないけど、フジロックマジ寒いよ。本当に。スーパーカーもいたかも。俺スーパーカー見たかも。てか武道館行って初アヤトね、武道館レイターズをね、フジロックで棒立ち。いや、そうだよ、その前のピクシーズがいたんだけど、ピクシーズってさ、
それこそナンバーガールもさ、向井さんも影響受けたバンドですよ、ピクシ伝説のバンド。それこそニルバーナとか、ニルバーナとかさ、カートコバーンとかも影響受けたバンドで、ピクシーズを、だからその再建ピクシーズ盛り上がる、めちゃくちゃ盛り上がる。いや、ピクシーズが一番盛り上がったからね、ピクシーズが。だから俺これも配信何回も言ってるけど、隣が俺真ん前で、それ目当てで見たから、俺ピクシーズとルーリード目当てで 見に行ったから、あの客席の真ん前まで、真ん前まで陣取って見たの。それ隣は外人の野郎で、海外の方でね、そうそうそう、あのアメリカ人でさ、アメリカ人はなんか知んねえけどさ、俺がこうやってさジャンプしてさ盛り上がったさ、こうやってさそしたら隣のさ、あの外人もすっげえジャンプしてさ、あのさ、だんだんしょぼくなってきてね、フジロック。いや、そうかな、今年は今年で良かったんじゃない。だからボブディラン来たじゃん、うん、これだから隣の外人はこうやってさ笑って盛り上がりすぎて、どん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 。そしてそうそう、あの僕があのものすごい思いっきり、あの隣の外人はこうやってやってんじゃん、このエルボー、俺隣にいてエルボーを思いっきりドガーって食らって半端なく、俺もうそれから本当にね、本当泣き、半泣きしたからね、俺これ。これもう何回も配信で俺言ってるっしょ。いや、これがね、結構なまた思い出なんですよ、今思い返したら。フジロックでジャンプ対決したんじゃなくて、違くて、隣の外人が、あの、身長高いから、やっぱ海外の人は、身長高いから男がよ、こうやってずっとぴょんぴょんぴょんしてんだよ。な、俺ちょっとまあ、身長ね、180センチあるけど、ちょっと小さいから海外の人よりも、でもって、それエルボー思いっきり食らって、いってーってなって、本当にね、2曲ぐらいほんとずっとやり返せないよ。だって身長めっちゃになって、3メートルぐらいあったんだもん。ああ、ノコほんと焼けたらどこ行ったの？いや、今日メイクしてないだけで。あ、青いずれる。いや、ほんとにね、持ってないよ。ほんとにね、すっげえ痛かったの、マジで。まあ、いや、身長は持ってるけど、あの、痛かったっていうのはほんとにマジで。あざできたって、いやもう、あざできてよ、ちょっと。顎外れるかと思ったの、俺マジで。マジでね、進撃の、いや、顎外れるかと思った。ここに思いっきり食らったんだよね、隣のやつバカってもうそっからもう2曲ぐらい半泣きで曲集中できなくて、あー、いい思い出、めっちゃ前やのに覚えてる、記憶力いいから。でもいい思い出だよ、フジロックは。ほんとえ、お前らけどフジロックはね、ほんと環境がほんといいから、もう酒一人で行ってもほんとね、もう酒でね、ハイになれる、はい、ハイになれるって言ったら、だから顎伸びたという、あの僕がだから普通に、あのフジロックはマジで、そう、ドラッグとか僕一回もやったことないですよ。あの、ハイになるって言ったらこう勘違いされるかもしれないけど、僕本当に酒だけでハイになったからね。うん。いつか行ってみたら。本当に、いや、マジで。環境がいいから、やっぱ山ん中だからさ。環境がいいってどういうこと？だから山ん中。もう大自然の中。うん。大自然の中でさ、やっぱさ、フジロックは特別。うん。俺もなんかロキノンフェスとかいろいろ行ったことあるよ。サマソニも出たことあるしさ。まあ、ロキノンも出たことあるけど、いろんなフェス出たことあるけど、まあフジロックはやっぱちょっとなんか、まあ俺はやっぱ3日間投資で行ったからかな。うん、自然だ、川で遊んだり、そう、お昼寝したり、お一人で川で遊んだりしたよ。うん、昼寝したりとかさ、一人でさ、うん、こうやって川でぼーっとさ、あー、いいーって、いいねーフジロックってさ、一人で行ったりしてさ、みんなどん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 俺をスルーしてってさ、でもそれもすごい良かったよ。ハイになる、いや、そんな関係ねえんだよ。うん、関係ねえの。もうやっぱさ、悪い言い方するとさ、なんかさ、やっぱさ、昔で言うとヒッピーみたいなやつらばっかなんだよ。うん、昔で言うとフジロック来てる連中って、みんなやっぱピースフルみたいなさ、そうばっかなんで、そういうやつばっかなの。だからさ、俺がさ、ウィーって言ったらさね、みんなスルーしてくんだよ。あ、そういうなんかいい人ばっかなんだ。カワハギに合わないの？カワハギに合わない、どういうこと？カワハギって歩くの？歩かないでしょ、魚でしょ、タイマ生えて。そうだから、そういうのダメ、そういうことダメだよ、言うな、そういうことは。なあ、タイマーが生えてそうとか。ヨシキさん叫んだ。あ、なんかスクリリレックス。あれ、ちょ、俺読み方未だに分かんないんだけど、あいつ大好きなんだけど、曲ね。スクリリレックスの時にヨシキさん出たらしいな、なんかな。こんばんは、一人でもはしゃげる。いや、マジ。てか、フェスなんてさ、お前らさ、まあ、大体陰キャいっぱいいると思うから、フェスなんか行ったことあるやつ少ないだろうけどさ、フェスなんて別にさ、誰かと言っても結局一人行動になるよな。うん。スクリレックスか。スクリリリリがリが多かったね。スクリリリパリピばっかで怖いイメージ。いや、そんなことないよ。うん、そんなことないよ、別にフェス。うん、いや、陽キャいっぱい、まあ陽キャもいるよ、当然。なんか人生うまくさ、無難にさ、生きてそうなさね、フェスガールとかいるよ、無難に生きてそうな人生特にロキノン
ロキノンフェスはやっぱ俺行った時は、まあ俺も出た時とかもそうなんだけど、なんかね、フェスガールはやっぱいるよな。なんかな、本当に音楽知ってんのみたいな本当にお前音楽の何たるかを知ってんのかてめえみたいなさ、なあこの野郎みたいな、やっぱね怖ってね、趣味でフェス行ってますみたいなね。いやだからそういうサークルモッシュするフォーミリー、サークルもお前陽キャすぎるだろお前、あんなんさ、お前何がサークルモッシュだよ、俺フェスサークルとか俺無理無理無理、あれお前いや無理や、あんなもうなんでわかるのって、俺は超能力者だから、人の心を読めるから、曲を作れる人は人の心を読めるんだよな、アーティスト芸術家っていうのは。僕は他人の心を読めるから、そうそうそう、だからわかるんだよ何を考えてるかね。ああ、さすがコーナツ一番危険な男、ということで、ああダッセってということで、なんだかっこいいじゃん、なんダサいの人の心読めんのが、なんダサいのそれ、意味がわかんない、目が決まってどんな感じ読めるのって、どんな感じってないが、ちゃんとこうやってあの受信しましたって来るよはい、超能力見たいって見れないから、うん大丈夫、人に会えた時に読めるから。そんな話はどうでもよくて、危険サークルとか、サークル模試とか、模試苦手、そうあれなんかさ、だからさ、あのさ、マイムマイムみたいな感じだろ、あの要するにさ、これマイムマイムみたいな感じでさ、これの延長線上だよな。今のフェスは全くロックじゃねえんだよ、才能ない受信者、いやサークル怖い、あだからもうさ、レイジライブ行った時やばかった、レイジアゲンストザマシーンだよねそれ、お、あの岡本レイジじゃないよね岡本じゃないよね、レイジアゲンストザマシーンの時はそれやばかったっしょ、あれはあれはずっとやばいっしょ。カマチはマイムマイムしよっか、マイムマイムだから、じゃハードコアマイムマイムだよ、だからさ、サイクルモッシュってのは、だからこうやってやんの、もう屈強な筋肉を持った男たちが、お前ら小学生のさ、小学校の頃とか幼稚園の頃とか、マイムマイムさ無理やりさ参加させられた時覚えてるだろ、うん、俺も一回だけあるよ、うん、お前らとか多分さ、あのさね、女子とか男子とさあんま手つなげなかった人だろ、ぐるぐる回そう、だからそれのあのサークルマジにがあって、いやだからあれの屈強な男、もうムキムキマッチョマン、うん、アーノルド・シュワルツネッガーみたいなやつらがね、そうそうそう、やつらはみんなこうやってサークルクン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 って強制マイムマイムなんだ、あれ断れないの、いや知らない断ったら殴られるんじゃない、あれわかんない、俺は大島と手つないで、いや俺ぶっちゃけて俺あれ参加したことないから、客としてあのサークルモッシュってのは、シュワちゃん楽しそう、いやあれ結構マジ、俺動画で見たことあるけど、あれ結構なかなか危険でしょあれマジで、いやあれさ俺さ、じゃあれ結構の真面目に話して、あれ危険だよな、あれさ、たあのさ女の子とかさ、女性がさ、女の子じゃなくても女性がさ、あれさ紛れ込んだら多分さ手足バラバラになるぜ、あの男の屈強な男のさ、あのサークルでさ、あのちょっとな台風できるんだよ、ちょっとなんか軽い台風ができるの、その中でピューって、そのさ屈強な男の中にさ、それ女の子入ったら多分もうバラバラになるから、あ手と足が、あれやばいよな、あれ危険だよねマジで、怖いよあれ、怖いよねあれね、なんでよその天才って俺に言うの、知らねえよそれ楽しいのって言うの、いややってるやつは楽しい絶対に、だから旗から見たら俺は全然、あの動画で見たんだけど、うわなんだこいつらみたいな、なんだこいつらみたいなさ、サークルして男に潰されたでしょでしょ、男に潰されたっしょ、そうそうそう、あれ当たりや怖い、避けられないの、だから台風ができてるから吸い込まれるんだよ、うん、台風がそこに真ん中にできてるから、屈強な男たちがこうやってワイワイワイやって真ん中に台風できる、吸い込まれてっちゃうんだよ、あの女性は逃げようとしても、あとはひ弱な男とか逃げようとしても吸い込まれちゃうんだよそこに、うん、楽しそう、マジあかん、やってみたい、楽しい、でも最高、わざと当たりに行く、それはまあそういうやつは別に自業自得だからいいけどさ、うん、外人殴られる、かまってライブでなくて、あれな、何が楽しくてやってんのって何がさいや本人らはだからさ、いやだからこうやってさ、おーい、俺たちはあの一緒にね、あの海を共にね渡り歩いて海賊になるんだぜ、このフェスが終わったらね、このフェスが終わったら俺たちは友達だって、そうやって思ってんだよその時は、いやそういう感じだろ、掃除機みたい、タイムはいいの、クソみたいなグルーヴ感、いやクソみたいなグルーヴ感もしれない、その時はそいつらはあのね、その時そのやってる最中は本当にもうそいつらはもうこうやって肩組んでる間はさ、俺たちはもう親友だって、俺たちは親友だもん、お前いい筋肉してんなみたいな、でもってフェスが理解しづらいわ、だから終わった瞬間冷めるよ、終わったフェスが終わった瞬間にもうね、はい帰ってくださいみたいになったら、もうみんな真顔ね、もう近寄るねみたいな、
顔してるからみんな、うん、近寄るなよみたいな。そうそうそう、もうフェスが終わった瞬間にもう真顔だから、そっから他人だから。あ、ゲート帰りのあのようこそっていうゲートをくぐってしまった後はもう真顔、うん、みんな他人、急に他人気。いやでもそうでしょ、そこでだってさ、サークルしながらさメルアドとか交換すんの。だってこうやって両手使ってんじゃん、メルアド交換できないじゃん。そん時じゃないとメルアド交換できないでしょ。サークルが終わった瞬間だと冷めるんだからさね、その後はメルアド交換しようなんて思わないじゃん。携帯割れる。いやだから友達になっちゃう、スマホ落とすやつじゃん。だからそん時の、まあ、刹那的なものですよ。ハチマキにメアド書いて、ハチマキしてんの。発展馬がハチマキしてんの。そこまで気合入れてくの。その後ゴミ拾う。あ、ゴミもねちゃんと拾う、まあ拾わないだ、あれ本当にね、俺の時とかも拾ったからね、あのゴミマジでフジロック、うん、あ、俺の時はまだ大丈夫だったかな、わかんないけど、今日ちょっとやっぱ落ちてたよ、なんかペットボトルとか。俺がそれ拾ってさ、一つ一つ拾ってゴミ、ゴミ入れて大変だったよ俺マジで。冷めるようなその場限り、まあそうでしょ。俺や、まあ参加したことないけど、参加したことないからわが勝手なこと言う。ワニマとかそうなんだけど、まあ、ワニマがさ、お前らもうってさ、台風だワニマ台風だとか言ってるわけじゃないでしょ。勝手に客やってんだろな。あのよ、メロコアバンドとかよくあるじゃんあれ、うん、客は勝手にやってんだろ、サークルやりたいです、えらい。まあ俺も一回混じってみたいな、もうなんか逆に。え、逆にさ、フォーリミ最強、何ゴミ拾うのこさん好き、当たり前だろ、ワニマ台風はディスじゃないよ。いやだからワニマは好きだっつってんだろ、うるせえな。なんか俺ワニマの話題出す、絶対俺が、俺ワニマって言った瞬間にお前らなんかさ、ディスるなよとかコメント打つけど、なんなんだよ、俺ワニマ大好きだっつってんだろこのやら。曲めっちゃ好きだよ俺ワニマ、ワニマって俺、違うさ、俺今回さ、あれさ、モンパチ見て、モンパチ、あとフジロック、モンパチ、うん、モンパチ、あ、これ言ったっけ、モンパチ見た、あ、モンゴル800、だって YouTube のライブチャットさ、あのさ、あの早く小さな恋を歌やれよとかさ、あとさ小さな恋の太ってたんですよ、ほうほうらと、ほそほうほうれって。ずっと別の曲デブって言ったんで、言ってないデブとは言ってない。そんなひどいこと言わない、容姿ディスはしない、僕はデブとは言ってない、クソ声ばっかりなん。いや、じゃあもともとけどさ、ひどがって嵐ちゃん、じゃあ俺なんかまだ可愛い方で、あのフジロックのさ、お前ら見た、あのサチも、いやだからさ、フジロックの YouTube ライブ見た人ならわかると思うんだけどさ、コメント欄すっげえ荒れてなかった、あれめっちゃ荒れてたよな、あれな。いや違う、もともと荒れてたの、ガキばっかで、あの YouTuber 見てるような、うん、YouTube ってガキ、コメント欄やばかったよな、ひどかったよな、あれな、ね、お、なんかさ、もうジャック・ジョンソンとかさ、なんかサカナクションが出てきた時、このおっさん誰だよ、早く帰れよみたいなさ、何このおっさんみたいなさ、ね、サチモスめっちゃなんか荒れたらしいな、サチモスのパクリ、サチモスがすっげえなんか100モスとか言ってたなって、なんか俺じゃねえよ、俺は言ってない、俺じゃねえ。米の低年齢化がやばいな、それは違う、 YouTube ライブはだからガキがいっぱいいるからだよ、うん、YouTuber 見てるようなガキがいっぱいいるから、すっげえあれだけど本当に、うん、ニコ生レベルあれだよ。いや本当に多分ね、もうフジロックね、あのお前らじゃないか、あら、みんながなんかガキどもが荒らしたから、来年からもう絶対やんないから、来年から絶対あの YouTube ライブで配信しないから、フジロック側は。もうだって荒らしコメントしかなかったもん俺見た時、マジでひどかったからね、チンパンジーすぎたね、そうだったよね、けど本当になんかで、コメ欄でさ、あのやっぱフジロックだからさ、大人のさ、やっぱ人もいるんで、ガキもいっぱいいるんだけど、やっぱフジロックだから、そのさ、そのボブリランでもなんでもいいんだけど、そのさ、ジャック・ジョンソンでもさ、やっぱさ、往年のさ、人さ、やっぱアーティストを見たいために大人もいっぱいいるわけで、おったから、そのコメ欄の中でさ、チャット枠の中で大人と子供が戦争してんだよ。それ見てんのがまた面白かった。そう、大人と子供がなんかすげえ喧嘩したよね。ふう、やっとガキが減ったかみたいなさ。やっとガキが減ったか、うわまたガキが現れたみたいな、そうそうそう、なんかそんなコメントばっかだって、なんかすごい喧嘩した、なんかチャット欄で。どっちもどっちじゃん、大人げない、それ面白そう、いや見てて面白かったよそれは、うん、大人気やな、世代戦争、それは面白い。米あって配信、マジで掃除さん、
うん、まあ、やっぱね上の世代の人はやっぱさマジレスすんじゃん。やっぱ子供たちと違ってさ、インターネット慣れてないぜ。はカンニング竹山さん見たの？サカナクションイカかどうか喧嘩したえ、何が他のアーティストが、なんかサチモスがけどさ、なんかすげえ荒れたってのはさ、なんかさ俺さ見たよ。サチモスが一番あったらしいな。オーサムシティクラブは偽サチモスって言われた。ただでさえサチモスが荒らされてんのにね、サチモスがめっちゃディスられたらしいのに、オーサムシティクラブは余計に偽サチモスって呼ばれたのか。いやそれかわいそうだろ。うん、オーサムの方が好きだわ。オーサムシティクラブ俺も聞いたことあるよ。だってサチモスとまあ確かに同じあのカテゴリーとしてはシティポップじゃん。うん、でも俺別にさ、サチモス、まあ、サチモスもさ、オーサムもさ別に音楽性は別にいいじゃん。うん、俺は別に音楽性は好きだよ。まあ好きって言ったらまあ普通かな。あ、やっぱ普通です。でも普通に演奏うまいしさ。うん、俺別に、あ、別に売れたのなんだよって、熱いのって、熱い王様はゴールド圧巻、わかんない曲名は。うん、でも俺なんてかちょっと聞いたことある。うん、でもまあ俺は別にそれは嫌いではないよ。うん、王様頑張ってんな、王様好きだからイラついた、サチモス好き、 CM に流れてみんな何が、なんかサチモスってなんかすげえなんか叩かれちゃうみたいな感じの流れになっちゃったでしょ。なんでそんなサチモスそんなディスられてんの。そうなの、王様のリア充感が、いやだからサチモスがなんか今叩かれてる流れって、なんかあれお前らなんか前回言ったじゃん、あいなんかコメントなんだっけ、あれなんかあれサッカーかなんかでさ、あのめっちゃ叩かれる流れになっちゃったんだよね。サッカーかなんかオリンピックかわかんないけど、なんかそれで出てサチモスが出て、ワールドカップで使われたから、ブラックミュージアンあっちいいね。カマーチャー出たらどんな米だろう、めちゃくちゃ叩かれるだろね。うわ、ボーカルハゲとるがなみたいな、おいボーカルハゲとるがなみたいな、絶対ディスられるよマジで。うん、ハートビート叩かれるんじゃ、絶対めっちゃ叩かれるんじゃん。でもわかんないどっち、いや絶対かまってちゃん好きな人もいるから、そのね、あの陰キャにも、うん、叩くような鼻かんだ、そっから、うん、かまっちゃん叩かれるの見てみて、いや叩くやつは絶対いると思うけど、でもまあわかんない、フジロック出てね、 YouTube ライブでかまっちゃん出たらどうだろうね。残す気めっちゃチャット来そう。いやでも俺さ、けどさ、例えばさ、俺だってさモンパチの時荒らしたんだけどさ、荒らしたねボンパチの時、まあコメント打ってたんだけどほう俺ってずっとほう俺って言った。早く小さな恋の歌やるよって他の曲知らねえからずっとほう俺ってさやってた。そしたら俺に気づいてくれた人いて、あのなんか5人か4人か分かんないけど、そのチャットの中で、うわノコだって、ノコだみたいな、ノコさん大好きですみたいなさ、そう、いや俺だけじゃないよ、小さな恋の歌やれとかさ、この曲知らないみたいな、みんなコメントした。その中で俺もコメントしてて、ほう俺って、あずっとコメントしたんだけど、それでノコさんなんで気づかれたのって、何か俺ずっとあのあれだよ、この顔文字のさ、あのさいつも使ってるツイッターでも使ってる顔文字つけてあれコメントしたからだいたい俺人の配信とか他人の配信とかコメントするけど絶対あの顔文字使うから、そうそういう意味で荒らしてんだよ、ほう俺って。だから僕言って、だからでもってそれであの5、6人ぐらい気づいてくれて、それでもって、あ、のこさん好きです、なんでフジロック出ないんですか、なんでこんなところにいるんですかみたいなてか暇なんですかってなってのこさん暇なんですかみたいなのもあったな。そうでも嬉しかったな。うん、知っててくれる人がなんかフジロックリスナーにも入れて、気づかれたかったの、ほんさやばい、なんでこんなところにいるんですかみたいな出てくださいよみたいな、暇なんですかって。だからあとはうん、そう、こんなやつ、そんなやつ、顔文字さ、その顔文字絶対使ってるから僕。なんでこんなとこ暇なんですか、かまちゃん出るなら行く、いやだから出てくださいよみたいなコメントもあってさ、フジロック雰囲気違う、いや違くないだろ、おかしいだろ、フジロック雰囲気違くないだろ、コメ欄でディスられる、暇なん、え、これフジロック雰囲気俺ら全然めっちゃ合ってるだろ、おかしいだろお前、え、おかしいだろフジロック、いやほーれって言われる、いやだからでも最後でね、モンパチはやってくれたからね、モンパチは最後にね、思い出の曲聴いてくださいね。でほーら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるよ。やっぱその時はコメントがね、もうね、手のひらくるくる回してね、やっぱひっくり返って、きたーって、俺もだからキラーって、
来たほーれってだからさ合わせてさおモンパチのボーカルとかほーらっていう時そうその時にあの合わせてほーれって俺もコメントでね喜びながら打ってそうそんな曲上がるよいや上がるよねやっぱねやっぱ知ってるキャやっぱ知ってる曲さ歌うとさ歌ってくれたら上がるじゃんいだって例えばバンプオブチキンだったらさ天体観測でやっぱね早く天体観測歌わなかったらさ早くさあのさぶら下げたラジオねいやずっとコメント俺だったらね腰のベルトに巻いたラジオとかぶら下げたラジオとかってコメントしちゃうからやっぱ聞きたいじゃんうんかまっちゃんなら何やるってないかだから俺だったらそうロックンローラー鳴りやまないよ多分ねそうそう早くロックンローリーロックンローリーやロックンローリーやるよみたいなそれが新入よみたいなさそうそうクリーパイプ好きだよあのだからねクリーパイプだったらね早くなんだクリーパイプは代表曲ってけどクリーパイプいい曲なんか代表曲っぽいよバーカンねあれねうんけど俺だったらフロントメモリーとかもあるかね6なり以外にもねフロントメモリーとか U33 そうだ誰ねそれだよね早くさ U33333 ってねずっとコメントじゃんあれあの曲 U33 だよね止まってなっちゃいちゃなと UUUUU33 ねやっぱね世界観くんはねちょっと声高いなすごいなあの声好きだ俺頑張れないクリップは糸じゃねえ糸も好きだよ僕はいでもやっぱ U33 じゃないの寝癖 OS とかも受けそうまあまあまあ確かにねなんかねだから俺らのファンじゃない人にはさ多分さ OS 宇宙人とかさそういうさアニメとかさ知ってる人とか多分そうだそうかもね OS あのアニメのや電波女やれやみたいなさそうそうそうシャンヤがのこちゃん声も好き世界観何がのこさん久々に来てはお久しぶりです何そういかまちゃんフェスでよろくないしないことあるから何よし早く佐藤しねってなんか夕方のピアノああなるほどまあいろんな曲俺らにもあるってことね夕方のピアノもけどさ結構確かにねな確かになんかかまっちゃん知らない人があのねあの佐藤の曲やってよ佐藤の曲やってよみたいな言われる時あるかも確かになんかうん佐藤の曲やなんか好きなんだけどってなんかさ先輩ミュージシャンでもさ怖いミュージシャンでもなんか佐藤の曲が好きなんですっていやお前好きだったらあのタイトル覚えろやこの野郎なこれいやマジで言われたことあるよあのフェスとか対バンとかねあの相手の人にさあのさ佐藤の曲が僕大好きなんですっていや好きだったらてめえさあのタイトル覚えろよみたいなそう好きなの好きじゃねえじゃんそこまでみたいなさ担任の先生も佐藤の曲好きだった佐藤のご飯みたいな感じじゃんいやだからリスペクトなさいやだから好きじゃねえじゃんみたいないやでもそれでも好きなんだろうけども千葉さんから千葉さんじゃあ千葉さん俺は話したことないよ千葉雄介さんはい俺千葉雄介さん話したことないんだよあてかベンジーを見たベンジーもフジロックベンジーうんベンジーを見たベンジーちょっとなんか声が出てなかったなうんベンジーなんかちょっと声がちょっとねフジロック今回ちょっとなんか辛そうだった何だったんだろうな酒飲みすぎたのかな前日ベンジー見たベンジーよねいやベンジー見たんだけどさ年だからいやえ嘘ベンジー最高だいや演奏は最高だったよいや演奏最高だったベンジーよかったよでも声だけがなんかベンジーの名刺ベンジーですねベンジーは何歳わかんない50歳とかじゃないけどもベンジーは辛そうなのいつ嘘最近そうなのマジでベンジー辛そうでもなくないベンジーって声そう裏返ったってか俺わかんない久々に見たからかなのこさん暇だったの大島さんも気をつけて富士の前日に飲んだくれ強い似てるねそれってないが似てるのそれああベンジーでベンジーはけど俺歌ったは似てるよお愛という言葉にあ今似てないわ今僕もちょっと今日ずっと曲作りね20時間やってたからうんああ20時間やってたわイースターユースマジよかあもうイースターユース見てないんだめっちゃ終わったけどイースターユース俺多分ね今までねあの5回ほんと4、5回ライブ見に行ってるうんあのワンマンとかうんあまざらしなら生まればいいさとかさイースタユースめっちゃ曲メロディーめっちゃいいよねリアムギャラガーとかどうでもいいよオアスで来いオアスでノエルギャラガーもどうでもいいんだよ今度サマソに対バンするけどさオアスで来いあいつらスーパー音割れお疲れ様ガラガラめっちゃかっこいいイースタユースめっちゃいいノコイースタユース好きだようんいやいやマジでいやいや元気そうだけどいや元気ってか頭おかしいいやなんかもう一瞬とかもう眠かったんだけどやっぱ話したらちょっと目覚めてきたわあと元気そうだよあいつはここ先に今読んだ日本もバンドも出るあ出るよサマソニはチケットなくても見れますあフリーだから来てね
たまサマソニ大阪サマソニ何時間何時か分かんないけどお疲れ様見てきてんの。野子さんは前夜祭行ったんですか。行って、あ行ってない。こんばんは、フェス何曲できるの。あ分かんない、まだ時間聞いてない。だから何時出るかも聞いてないんだよ俺サマソニ。まだ若者すべて良いよね。若者すべてあのミスチルもカバーしたフジファブリックの曲でしょ。あれいい曲だよね。バイトになったけどオーバル良かった。オーバルオーバルオーバル見たかった。マジか、オーバルオーバルてかオーバルいたんだオーバルいたんだ。行きたい。何時か気になるね。サマソニ行きたい。サマソニ本当行きたくなってくる。行きたい。ただだからとりあえずサマソニフリー太っ腹すぎるよね。ね、今とりあえずメンバーとあのねあの LINE してグループ LINE してどんな瀬取りで攻めようかってね。やっぱ新生かまっちゃって俺の曲さ、なんかさ要するに世界観系の曲とさ、まあとりあえず世界観系、例えばその進撃の巨人のエンディングにもなった夕暮れの鳥とかさ、あれもすごい世界観系って呼んでるんだけど、じゃなしにアルティメットレーザーとかゴリゴリのロックナンバーで攻めようかって、どっちにしようかなみたいな、そこはすごいね、さなんかメンバーと今決めようかと思ってる。時間帯によるよね。そう、そこはさと相談中。世界観系、ストリーワークはコンクリートがいい。俺もけどそういうのなんか、やっぱさ、サマソニってさ、デレンのサマソニと同じセトリ、それ2曲しかできねえじゃねえか。デレンのサマソニの時さ、1曲か2曲で終わったよね、確か。ロックンロールと23歳。あとは俺が、遅刻するっていう。遅刻して俺は遅刻したからだっけ、あれって。なんか時間短くなったの俺あんま覚えてないんだよ。サマソニに確か出番遅刻したんだよ俺。なんか配信やってたからニコ生、ニコ生をずっとあのサマソニ会場の中でブラブラニコ生かなんかやってたらあの遅刻したんだよ出番だから2曲になっちゃったの。うん、正解し、遅刻はやばいんだよ。だから遅刻大物かってないよ。グダグダしたから、いやちょ分かんない、いやてか遅刻したのはなんかね覚えてる。うん、剣さんがその時マネージャーだったんだけど、剣さんに、のこさんのこさんみたいな、すげえなんかね、ね、剣さんじゃない顔になってたからね、のこさんのこさんいや、マイペースでしょ。遅刻は、26歳やろうや、好きだ。じゃあ、だから、どれでいいかわかんない。どういう攻め方。でも俺はね、俺は、なんか世界関係もありかなって思ってる。今だったら遅刻しない。台無し。のこさん何やってて、だからニコ生に夢中だったんだよ。もうあの時頭おかしかったから俺、もうどっぷり配信に行ったから、頭がおかしいから。第7サティアで攻めるのどういうことだよ。パンダ来てやってコンクリートやろう。だから俺は世界関係がいいかなって思って。でもみんなでちょっと今ちょっと独裁主義じゃなくちゃんと民主主義で決めようとしてるからさ。そう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 、はい、配信者のだフレームもやるでしょ。わかんない、だからわかんないって。だから俺は結構そうホーリー系とかマイスリーとかね、違う、だから俺結構さそのさロックンローラーやっちゃう。ロックンローラー俺はいらないと思ってるよ。俺はホーリーセトリーけど、うん、なんかさ違う、洋楽中多いじゃん絶対。サマソイとかフジロックとか、うん、サマソイとかフジロックは洋楽中が多いから、すごいなんか日本にもこんなバンドがね、あのさ海外にさ絶対世界的に受けるようなバンドが日本にもいたのか、うわーってさ叫ばせる内容の瀬取りみたいなね。アルティメットレーザーとかあんなさあの中身ない薄っぺらなさな、そこら辺のさな幼稚園児でも書けるような曲ああいうのやるんじゃなくて、なんかすごい知恵ちゃんの聖書とかもうああいう世界観系の曲だよ。マイスリーとか聖マリとか、そう、うん、建物んちの君はいはい、黒玉、あそう、夜空とかロボットとか黒玉とか、あお茶ば、あお茶ばくしてください、お茶ばくってください、はい、お茶ばくしてくださいね。あのいい感じで僕稼いできてるんでお茶ばく今、はい、僕ちょっとびっくりして、曲作りお疲れ様です、忙しい長いとちょっと読みません、あの僕のあの配信あのコメント、あのせめて2行にまとめて、みんな2行に、あの3行以上は読めないから、読みきれないから。アルティメットレーザーすごい曲じゃねえやんな、あれ俺嫌いだから。メロディー系でいけ、でもわかんない、結構だからみんなの意見をちょっとねこうやってにぎにぎして決めるから結局、うん、セイマリ頼むわ。いやだからわかんない、俺は結構それでいいかなと思ってんだけど、ちょっとわからん、うん、スマイスリー今日ちょっとだけ重い、あやっぱ重い人重いんだ、高画質配信してたまに重いんだよ、うん、ただ俺んところはテレ放題じゃないからちゃんと光ファイバーだから、お前んところは多分ダメなんだろうな、みんな見れてるよ、見ろよ、なんかポロリオリン、じゃあ知らねえ、ペンテル好き、あペンテルとかもだからいいよね、ペンテルとか、うん、聖マリマジ上がるからって重くないよ。聖マリってかさ、早くさ、新生かまっちゃんさ、聖マリをさ、CD で出すよって話だよな。マジで。あ薬系は避けたらってなるよ。猫ちゃんの曲。ね、聖マリちょっと次のアルバムにはさすがに入れたいな。ね、聖マリね、ちゃんとな。
ペンテル、んな、ほんとそれ、新宿駅、仲間を探したい、んや、音源からだからするから、まあそれな、それ、ほんそれ、あいあい、メモライザー、だからそういったメモライザーとか、なんかわかんない、ネコラジとか、それ、アゲアゲ系でいくか、わなんかね、33歳夏休みとか、それとも、33歳夏休みとか、23歳夏休みとか、ね、サマソニ、ね、僕たち、ね、23歳の夏休み、ね、10年前、あの、実はサマソニでやったんですよ。でもって今、10年後、33歳になりました。聞いてください33歳夏休みこういうノリでやるか、世界関係でやるか、ホーリー系でやる、その、ホーリー系でやるか。そう、それいける。いや、でもね、俺わかんないんだよ。ベタベタ競争は無理なんか、わかんない。まあ競争もわかんない、ありかもしんないけどさ、年齢層とか若いな。いやだからさ、俺さ、年齢層とかじゃなくて客層がちょっとわかんないんだよね。でもサマソニーをさ見てるさ、やっぱノエルギャラが、てかノエルギャラがとかバカ野郎ふざけんな、俺の曲の方がすげえよバカこの野郎はな、ノエルギャラがの曲はすごいよ、俺好きだよ、好きな曲もあるよ。でもノエルギャラが担当あったら俺新生かまっちゃうのがすげえよ。なんであいつ鳥なんだよな、ノエルギャラガーな、ノリがつかめない、本気のホーリー系見せてやるよ。いやだからさ、ぶっちぎりさ、ノエルギャラガー今回さ鳥なんだよ、サマソリの。俺らただただでフリーでな、何時に出るか分かんないけど、朝の6時かもしんないさ何時に出るか分かんないよ、フリーだから本当に朝の5時とか6時かもしんねえよ出番がよいやあいつ単体だったら、ノエルギャラガー単体だったら新生変わっちゃうのがもっとさ、俺はさ芸術的なさ、芸術的な曲持ってるわ。まあそれは人それぞれだけどね。まあ僕もこんなことはあんま言っちゃダメか、人それぞれだもんな、感性な。ノエルギャラガーが大好きな人にとってはかまってちゃんとか意味がわかんない、気持ちが悪いって、ホーリー系やかまっちゃんは強い武器だよとお前言うけど、あのノエルギャラガーの本当にねバリバリのさ、オアシスファンの残党みたいなやつからしたらかまっちゃんの曲聞いたら気持ちが悪いうん、気持ちが悪いみたいに言われるじゃん。まあそうだそうだ、カバー曲やりな、やんねえよ、個性大事。まずあんてノエルよく気持ちが悪いみたいな、草、いや気持ちが悪いって褒め言葉だけどな、気持ちが悪いって褒め言葉だよね。気持ちが悪いっていうのはだって自分に理解ができないから気持ちが悪いって言うんだよ人って。わかる、人って気持ちが悪いってさよく言うじゃん、あ他人の顔に対しても容姿に対しても何でもいいけど、自分に理解がね、バカだから理解ができない、その人の魅力が理解できないから気持ちが悪いって言うんだよ、うん、それはポジティブじゃないんですよ、これ本当の話、そしてバカだから、うん、その人の魅力を理解できないからもう軽々しく気持ちが悪いとか言うんだよ、これは覚えときな、これ本当ね、うん、もっといい言葉で褒めりゃいいやん、真理だ、いやけどそうでしょ、のこさん来たよ、なるほど勉強なる、いやそうでしょ、いやけどのこさんたまにはよ、いやこれそう真理だ、いやそうでしょ、許容が狭い、学んだ、いやこれ大切でしょこれ、はい、そういうことなんか、ほう、いやさ褒め言葉なんてないよ、いや俺にとっては褒め言葉だよ、いや俺にとっては褒め言葉だよそれは、マジで、うん、俺にとっては気持ち悪いよって褒め言葉だよ、うん、だってお前がね、それはお前がバカだから俺の芸術性を作家性を理解できないだけだろみたいに思っちゃう、うん、まあ、まあ気持ちが悪いっていうか理解ができないんでしょって、理解しようとしてないじゃんそもそもみたいな、そうそう、のこさん何飲んでんの、だからもうずっと毎日だよ俺本当に、お前らがねこういうさ危ないさ、もうさもうなんか本当にね、ウイスキーとサイダーを混ぜる、これを毎日もうグビグビ飲んでる寝る前美味しいんだよ、うん、確かノエル会えるといいな、ノエル会えたら俺本当になんか子供になっちゃうかもね、おっさんだけど今子供だってさ、やっぱさ青春だからさ、いやさノエルギャラがクソクソ言ってっけどさ、それは俺オアシスやっぱ俺青春だもん、ノエルギャラがあったらさ俺多分もうああちゃスマホ取り出して、あ Can you please シャメ please Can you please シャメ please ってもうずっとサイン、いやサインは無理、サインとかいらない、もうシャメ自慢するツイッターで、Can you please? Shall I please? Can you? I am Noel Gallagher! I am シンセイかまってちゃん、 You are Noel Gallagher! だから Shall I please? Shall I please? って言って、あ、フォトグラフ Take a photograph please! って言って、でもってこうやって肩組んでパシャって撮って Twitter に上げて、そうあいつまた文句言うかな、あ、なんかさアジアンカンフージェネレーションとオアシスがさ対バンしたことあるんだよ、アジカンと
その時リアムギャラガーかノエルギャラガーなんかディスちょっとディスったんだよな。ディスったかどうか忘れたけど、なんかなんか文句また言われるかな、なんかな、自慢ツイート、可愛い自慢ツイートする、うん、いい人だったらいいな。いい人ではないよ、うん、ゴミとか言うまあゴミみたいなオアスがいい人だったらやだな、逆に俺オアスいい人じゃないよ、ゴミみたいなやつでリアムギャラが本当にマジでクソ野郎ゴミだから、ノエルギャラガーはゴミじゃない。ノエルギャラガーはまだ 人としてできてるか、リアムギャラガーはゴミだよ。ノエルギャラガーはけどさ、まだ全然まだいい人だと思うよマジで。リアムギャラガーはガチで性格悪いです。もうガチで多分今はけど子供を産んでなんか丸くなってるみたいな噂もあるけど、わかんないけど、文句言われても、うん、全然いいよ、文句言われてももう本当に、うん、全然大丈夫、うん、嬉しい。性格リアムの方はゴミだよ。そうだ、てかみんなオアス知らない人、オアスこそ荒くれ者だよ、結構いいよ。何歳なの、多すぎたお前ら、結構オアス知らない人、リアムは最近まあ子供できたからじゃない、ノエルに捧げる曲にしようって、何が子供産んで、子供産んだの、リアムギャラガーが産んだんじゃないよ、あいつ男だからリアムギャラガーが産んだんじゃなくて子供できたの。リアムとノエル仲悪いのかな、まだ知らない、仲は知らない。俺とりあえずオアシ再結成したらライブ行きたいな。あ、てかさ、俺さ、残さないさ、生きてるのって、生きてるわ、死んでねえよ殺すな知らなかった、まだ仲直り、知らねえよ俺オアシじゃないから俺オアシの友達じゃないから、お前ら俺に聞かないで、まだ仲悪いのとかさ、な、丸くなったとか知らねえよ。リアムギャラガーとノエルギャラガーの仲、俺はスタッフか、知らねえよ何も知らねえよ何も知らない。オアシスは好きだよお前、オアシスは好きだけど、なんで俺に聞くんだよおかしいだろ、友達でも何でもねえよ、何もスタッフでも何でもねえし、モノくんのは詳しそう、楽しそうだな。オアシス残り死亡はお疲れ様です。 Google 先生のスタッフ心読めるんでしょ、心読めるけど、だって会わないとダメだもん、ノエルギャラガーだから、次楽屋で挨拶しに行って 会えば、あの、読めるかもしれない。おやおやおやって、こうやってやれば読めるから、こうやってやらないと読めないから、まずこうやってこうやってやって、後ろから蛇が出てくるから壺用意して、壺と蛇用意して、こうやってやって、後ろから蛇が出てきて、それで心が読めるようになるから。ちなみにこうやってでってコブラが出てくるから。何それってないよ、のこさん焼けたって、焼けたよ俺けど、焼け、あ、ウォーキングやってるから、今日はやってないけど、今日はあのだから20時間、まあリアルに13時間かな、けどガチで、うん、13時間ずっとね、あのここいた、こん中ずーっとこん中、ションベンどこで知ったのって、ペットボトルで知ったのかい、おい、うん、マジでよ、おじいちゃんなんて何が、アーティストだろ、完全なるアーティストだろな、そんな人だから今こうやってなんかもう本当にね、シャバに、刑務所からシャバに出てきた人みたいな感じで、ペラ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 喋ってるよね、やばいやつって。何が、いい曲できましたか、できてますよ、できてます、当たり前じゃない、天才なんで、クーラーつけてますよ、あ、でも暑い、椅子と同じ色してね、曲できましたって。何か、できてるできてる、うん、みんな風邪とか大丈夫お疲れさん、何曲できた、どういう系とかあんま言わない、僕そういうの言いたくないから僕風邪ひいてないけど、うん、何曲か、僕そういうの言わないよ、モノクマだ、あ、てかさ、ちょっと待って、そっか、みんなもう11位か、そろそろじゃあ、あの、みんなね、ここでね、仕事もなんか終わった人も、家に帰って、のこさんこんばんは、サーキュレーターか、みんなそろそろもうなんかね、ゲスト来い、もう寝るよ、あ、そっか、今日日曜日じゃなくて月曜なんだ今日日曜じゃなくて、さすがで大丈夫、大丈夫、みんな寝ないでよ、寝ないで、今日本当にね、今日の配信見ててよかったっていう内容のことをしてやるから、本当にゲストマジで、うん、今日の配信見れてよかったって。何配信、いや雑談配信だけど、今日の配信見れてよかったみたいな、そうことをやってやるから。まあ今日だけじゃなくて、なんだろう、ヒカキン来る前寝ない、仕事終わった、お疲れ様です、あ、仕事終わったぜがちょっと集まってきたからよかったな、あ、意外な人かな、あとちょっと起きてる、本当に寝ない。だから社会人の人はね、もう寝ないとダメなの、だってよ、俺が配信やってたらさ、だってさ、無理やり起きてるっしょ、もうなんかさ、深夜3時までゲスト待って、ゲスト待たすぎて、待って、今日はゲストが、もう、いや、もう言ったらもうね、すごいゲストより嬉しいかもしれない、みんなにとってはヒカキン、うん、
ボブ・ディランかな。あ、てかさ、ボブ・ディランさ、俺さ、あれさ、やっぱさ、今年さ、フジロックさ、あれさ、ボブ・ディランだけのために行きたかったな。ケンドリック・ラマー。うん、まあ、ケンドリック・ラマーとかさ。あの、けど、ボブ・ディランが一番見たかったんだけど、俺さ、ボブ・ディランはさ、あれさ、ツイッターで検索しまくったら、ボブ・ディラン、ボブ・ディランスペース、今何してるって。あのツイッターで検索しまくってんで、動画はさ、やっぱ盗撮するやついいんじゃん、盗撮ネオニーネオニー、あー盗撮するやついいんじゃん。それを盗撮動画とか見たんだけどさ、つまんなかったよな多分ね。行けばよかった、いつか見たいもん。いや行ったってかさ、今さ行った人か、今年行ったケンドリック間違い、あてか行った、あ行った人いるんだ。えてかボブディランさ、じゃこ見た人いる、見た人、ボブディラン見た人いる。うん、ボブディラン配信を受ける、あ今、いやピアノ見なかった、いや違う見なかった、フジロック行った人で、あの2日前とか昨日だよね、確か昨日か一昨日だよね。ボブディランまだ日本にいいのかな、ボブディラン、うん、行ったのは2日目見なかった。え2日目だけなんかよ、ボブディラン見ろよ、ボブディランやる気ないし嫌いボブディランだってお前のこと別に嫌いでも好きでもねえやな。 あ行ったけど見てない。えなんで行ったけど見てないってマジかよ。見た、つまらなかった、あ、行った人、行った人ねえ、絶対つまんなかった。だから俺行ったじゃん、そう、有名曲は原型ない、じゃあ全部、じゃあボブディランって、じゃあお前らボブディラン知らない人もいると思うんだけど、ボブディラン何歳、78歳とか80歳だよ、78歳とか、ボブディランって78歳とかだよ、もうやばいよね、78歳とか、もう言ったら80歳だよ、おじいちゃんだよ。ディランファーストクラス乗ってきたら船で来たに決まってんだろ、ボブディランだぞお前、飛行機なんか乗るわけねえだろお前、あのボブディランが俺飛行機で来たら俺ちょっとショックだな、絶対あれカヌーとかで来てもらいたい、ボブディラン。俺のイメージ、そう、ノーベル賞の人モノクア玄関の前レジェンド、いやもうだからさ、俺さ、だからさ、ボブディランって、だからさ、普通にさ、お前ら知んない人いると思うんだけど、ボブディランっていうのはだからもう本当にビートルズと同じ世代だよ、ビートルズだよ、ビートルズ、ジョン・レノンとかビートルズだから、1960年だよね、うん、確かデビュー、1960年って何年前だよ、50年前だよ50年前にメジャーデビューした人だよ、もうマジで、もうレジェンドもレジェンド、ノーベル賞もらった、そう砂吹き50、親父より、だからうちの親父より年上なんだよ、うちの親父だってさ、60なんだっけ、69か、69歳じゃん、ロックじゃん、うちの味69歳で、ボブディラン80歳だよ、ボブディラン今なんて80歳、78歳とかな、確か気がする、正確にはボブディランって半世紀、ラモーンズくらいじゃねえよバカラモーンズなんてお子ちゃまだよ、ラモーンズのボーカルかなんか誰か死んだよね、亡くなったよね、死んだけどさ、ボブディランは生きてっからな、うちのおばあちゃん、多分そう、おじいちゃんおばあちゃんで、お前らの田舎の、そう生きてたら、ポール・マッカートニーはさ、ポール・マッカートニーはけど、ポール・マッカートニーってまだあれじゃない、50歳とかでしょ、ポール・マッカートニー50歳じゃないか、60歳とかでしょ、あいつはまださ、60歳とかまだガキでしょ、ボブ・ディランは80歳だよ、それでフジロックはすごいじゃなくて、ボブ・ディランって俺ほんと大好きで、俺ほんと大好きなの、ボブ・ディラン、マジで、うん、曲も好きだしさ、スタンスも好きだし、あのね、なんでもうスタンスが本当にね、パンクなの、でもってボブディラン知らない人いると思うんだけど、あの河本フロとヒロと、あのボブディランは要するに、例えば新生かまって、俺ら例える新生かまちゃん例えると、あのボブディランって例えば自分の曲、有名曲やるとするじゃん、有名曲で自分の曲、あの今だから最近のライブは、ボブディランのライブは昔のね、あの今の曲でも何でもいいんだけど、ボブディランの曲 CD でさ、みんな聞いてくんじゃん、お客さんは全然違うの、アレンジしまくってて、要するにもうボブディランってひねくれまくってるから、そうポール76歳なんだけど、ボブディラン80歳だから、アドリブマンなんだ、違う、あもうアドリブがやべえの、全然違うし、やる気ないから嫌い、いやもうね、矢野明子さん的な、わかんない、矢野明子さんは知ってるけどライブは知らないから、でもアレンジめちゃくちゃされてんの、本当にだからさ、めちゃくちゃされてて、もうさ、だからあのボブ・ディランの僕 YouTube であのさ、盗撮されてんのさ、なんかささやきのライブ見たんだけどさ、本当に僕ボブ・ディラン好きなんだけど、大好きなんだけど、好きな曲とかもあんだよ、ミスター・タンブリンマンとかさ、お前ら死んねえだろ、おいお前らミスター・タンブリンマン、ローリング・ストーンズ、いやローリング・ストーンズだってまだまだ別に、あいつら別にさ、俺ら別にあいつら別にそのアレンジしてないじゃん、
ね、サティスファクションでっていまだにやってんだろ。ボブリランなんてさ、まあローリングストーンズの曲、そのサティスファクションだったらでででででででってわけわかんないことになってる。ボブリランがアレンジしたらな。うん、いやだからローリングストーンズなんてまだ可愛いよ。ボブリランなんてすごいんだよ。ああ、地味編みたいな人なかなか出てこんねえって。何かいるだろう、うちのさ、あのさベースが千葉銀がな、あれあれ地味編の生まれ変わりだから、期待に応えないスタイルなの。いやだからパンクすぎて、もうひねくれすぎて、ボブディランってこのジジイ、クソジジイなのに。だからもうアレンジしまくって、だから俺もさ、だからさボブディラン大好きで好きな曲とかいっぱいあるんだけどさ、なんかさもうさ、やっとさそのさ歌詞だけはさ合ってるからさ、そのさ好きな曲、有名な曲とかね、例えばさ風に吹かれてって曲があるんですよ、ボブディランで有名な曲。お前らさそれも知んないの？学校の教科書とかさ、あのさ載ってるじゃん、ボブディランって風に吹かれて、 Like a Rolling Stone とかさ、うん、風に吹かれて、ミスタータンブリンマンとか。え、ミスターわかんない？嘘でしょ、お前らほんとわかんない？うん、ちょっと待って、え、俺今歌うよ。え、この曲聞いたことあるっしょ。 Hey Mr. Tambourine Man Waits for me Am I waiting such a baby Blah 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 blahHey, Mr. Tambourine Man, wait so for me. We're one way to baby over ever. 何をする？なんでわかんないの？この曲メロディー聞いたことあるっしょ？なんで？え、この曲聞いたことないの？嘘でしょ？だってこんなもんさ、え、こんなもんさ、お前らだけだよ、知んないの。ギター弾いてうるせえ！お前らだけだよ、知んないの。え、嘘でしょ？みんな世界中の人知ってるよ、この曲。それそれ、いや、え、マジで？Hey, Mr. Tambourine Man, wait for me, baby, じゃ、ボブディランよりビートルズの方が乗ってる。まあ、ビートルズ、まあ、とりあえず、ビートルズと同じような、要するに、だってさ、ジョー・レノンが影響を受けてるからね。ジョー・レノンが、ビートルズの。ポール・マッカートニーとか、な、ジョー・レノンとか、ジョー・レノンが。そうそうそう。イマジンとかあれ、ボブディランのパクリだからね。うん。オノヨーコとか、うん。イマジンとかオノヨーコとか。ボブディランのパクリだから、あれ全部。あ、そうなの、そうだよ。お前が歌ってよくわかんなくなって、そんなことねえだろ。いや、これ、いや、本当にだから、ジョン・レノンも影響受けてるぐらいの人なんだよ。ま、これはマジ。平成のゆとりは知らないだろ。いや、知ってるだろ！ゆとりで音楽好きだったら。なあ、音楽好きだったら知ってんだろ！小野洋子のパクリってないか。小野洋子ってすごいんだよ。お前ら、小野洋子バカにしてるけどさ。だってさ、ジョン・レノンと付き合ってさ、あのさ、もう1970年代の頃は全英ミュージック、ジョン・レノンってやってさ、その時の曲とかさ、えぇ、ー、おぉ、えぇーって。これバカにしてないよ。本当に、のこさん、ヤッホー、ヘイポー、ヘイってなんだよ。あの、こういう、そろそろ寝、あ、寝たら今ダメだよ。寝たらあの、ビッグゲスト見れない。今もうすぐビッグゲストやろうじゃん。ああ、ラリってるみたいな感じ。いや、実際ラリってたかんな、あいつら。ジョン・レノンと小野洋子って、だってさ、ま、あのマリファナじゃなくてコカインとかやってっからね、うん、LSD とか実際マジでさラリってっからな。うん、って小野洋子、小野洋子歌ってたから、ヒーウィーミージャーって。これ、いやこれバカにしたくて、本当にこの曲なんで。俺うまいっしょこれ、結構似てるっしょこれ、小野洋子、ウィーウィージャーじゃーんってずっと言ってんだよ、これ曲で。いや、これ、ほんとなんだって。これ、バカにしてね、完全バカにしてないよ。バカにしてない。これじゃあ、ほんとに、これ似てるんだよ。めっちゃ似てる。当たり前じゃん。ビートルマニアだぞ、俺は。ジョン・レノンミュージアムにお前3回行った男だぞ、お前、埼玉まで。いや、ほんとにほんとに。小野洋子って歌う、いや、小野洋子はけどすごいよ。小野洋子さんすごいよ。うん。ああ。まあ、とりあえずね、顔がひどいよってないが、知らねえよ。うん。似てないよ、似てるよ、ホーミーに近いよ。そう、小野洋子さんもすごいよ、お嬢様なんだぞ。ポーラ洋子のことうざかった。まあとりあえず、いや話それだけど、ボブディランは本当にそんぐらい、やっぱね、そのジョン・レノンとか小野洋子をパクった人だから、あ、じゃあボブディランがパクったんじゃない、ジョン・レノンとかが影響を受けた人だから、だからその人がさ来たんだけども、でもだから俺ツイッターで検索したんだけど、エゴサしたんだけど、エゴサじゃないけど、あのツイッターでボブディランさエゴサしたんだけどさ、ほとんどの人数がボブディランつまんねえボブディラン退屈とかさそう、ボブディランで検索したら、ボブディラン退屈なんだけど他のステージ行っていいみたいなうん、あとなんか全然知ってる曲がないみたいな。そうそうそう、でもそういう、でもね、俺ね、そのツイッターをさ検索した中でさ、あのさ、こいつはまとえてるなってさツイートがあったの。
ボブ・ディランをなんかその人のツイートはボブ・ディランをみんななんか退屈とかつまんないとか言ってる客が周りにいるんだけど、それは違うんだよ。ボブ・ディランっていうのはね、要するになんだっけな、モナリザとかゴッホの絵を見に行くようなものなんだよって。あ、それは確かにそれ的を得てるなみたいな。そうそうそう、けどそういうことなんだよ。けどそれはうん、本当にモナリザとかゴッホの絵を見に行くのと同じなんだよ。生存確認じゃ、歴史的な、要するに、そう、理解しなくていい。どういう、理解するとかじゃない、どういうことって、わかるだろ。え、わかんない。え、そこにあるだけで、そう、歴史的な、その芸術作品を見に行くみたいな。絵を見に行くのと同じ、そう、芸術、伝統的な、そう。いや、いいこと、その人ツイートしたんだけど、確かに見るだけで、そう、すごい的な、そう。そういうこと。ボブ・ディランを聞くことは価値があるし、もうその見ることが価値があるの。ボブ・ディランというものもう だってその人がもう歴史なんだから、もう人間として、あの人がボブ・ディランというものが、うん、そう、あ、ボブ・ディランだみたいな、そうそう、ね、まあそういうこと。あ、ボブ・ディランがいるみたいな。いや、もうそういう感じ。あ、ボブ・ディランいいんじゃん、おい、すげーって、これが正しい反応。うん、退屈とかまさにレジェンド、そう、生きた化石見、シーラカースだよね、言ったらね。ボブ・ディランじゃなくて、もうシーラカンスなの、プレミアおじさん。それはちょっと、もうちょっとかっこいい言い方。でもシーラカンスだよ。うん。ボブ・ディランっていうよりも、シーラカンス。おぉ、だから、別に水槽に入ってるわけじゃないよ、ボブ・ディランが。うん。水槽に入ってるわけじゃないんだけど、まあまあ、シーラカンス。いや、本当に。うん。ヤバクのクッキーっては見に行きます。まあ、クッキー天才だよね。うん、まあ関係ねえけど、今。マイケル・ジャクソン見たかった。うん、だからもう、でもそうじゃん、言ったら。うん、ボブ・ディランは、うん、私も残さみで見れたらラッキー的な、そう、いやでもそういう人もいると悲しかな、生きた化石、いやでもそんな価値ってある、そう、いやでもボブ・ディランは俺ほんとそうよ、うん、もうその人はここだから俺だってルーリード見に行ったじゃん、ルーリード、ベルベット・アンダーグラウンドで見たかったよ僕は、な、ベルベット・アンダーグラウンドっていうバンドをさ、それこそさ、ボブ・ディランと同じ時代だよ、それも1960年の50年前、ベルベット・アンダーグラウンドっていうさ、伝説のさ、海外のバンドがいるんだけど、その中のボーカルのリーダーがブルーリードなんだけど、それを俺は要するにルーリードが来るから、もうルーリード死ぬ前に見なきゃみたいな。ルーリードはジジだったから、実際死んだからね、その後俺が見た瞬間に死んだから、うん、パイチのバンド2個見たかった、うん、バナナバンドもう一回行って、バナナのジャケね、そう、うわすごい人が見に行って一番感動したライブって何？え？それちょっと待って、そんなんやっぱあるよ、あるけど、いっぱいあってパッと出てくるのはモグアイ、うん、もうモグアイってバンドなんだけど、お前ら死ぬやついっぱいあると思う、多分3人ぐらいしかしないと思う、今リストの中でモグアイ、うん、モグアイだね、今パッと出てきたのはね、うん、モグアイ見たことあるの？モグアイ知って、いやモグアイっていうね。モグアイ好きなんかいって、マイブラと同じシューゲイザーバンドだよ、モグアイ。お前ら多分大体の人知んないと思う、モグアイって。ああ、爆音のさ、爆音バンド、モグアイ。いや、マイブラディ・バレンタインみたいなノイズバンド。アンディ・ウォーホルは違う。ベルベット・アンダーグラウンド、それ。グレムリンか、違う。だから、グレムリンって違う。モグアイっていうバンドがいるの、とりあえず。いるんだよ、モグアイって。お前らモグアイってな、言ってもな。多分な、そこらの動物園のパンダみたいなしか出てこないだろ、お前らがよ。な。な。絶対パンダとかさ、ギズモとかそういうのしかね。バンドがいるの、モグアイっていうな。かわいい、なんかさ、なんかね、アリクイみたいなのしか想像できないだろ、お前から。お前らモグアイって名前かわいいとか。違う、ノイズバンド、めちゃくちゃノイズバンドなの。うん、そう、動物みたいなかわいい名前してるけど、爆音ノイズバンドで、その、モグアイをさ、俺さ、見に行って、一人で見に行って、渋谷に、どっかのライブハウスに、見に行ってさ、もう、本当に、爆音。てか、だから俺 CD 持ってくじゃん。持ってかねえわ。CD 聞くじゃん、あらかじめ。まあ、ライブ行くとき言ってさ、予習みたいな感じ、前日。モグアイさ、そう。だから、水かけると増えません、モグアイは。なんだと思ってんの、この野郎、お前。アメーバじゃねえんだよ。バンドだよ、バンド。日本のバンドじゃない。海外のバンド。ノルウェーとかだったかな、忘れた。とりあえず、海外のバンド。うん。でもって、予習するじゃん。ライブ見に行くときって、前日に。よし、モグアイの曲、いい曲だ。ね、爆音なんだよ、それでも。爆音でさ、いい曲だと思ってさ。よし、いい爆音、いいメロディー。メロディーもいいんだよ、モグアイ。メロディーもいいって。でもって、当日ライブ行きました。モグアイ演奏します。ギターバーって鳴らします。もうね、ノイズだけなの。
あのね、本当に突っ飛ばされるぐらい、俺ちょっと3メーターぐらいね、うわーってなった。いや俺後にも先、難聴、いや違くて、後にも先にもあんな爆音ね、耳がキーン、あんな爆音ね、ライブで聞いたことないぐらい、本当にあれ多分法律破ってたよ。スコットランドなんだモグアイ。いやこれモグアイのライブ見たことある人いるかな。てかノイズ系バンドでもいいよ、マイブラとか、うん、海外のノイズ系バンドってすごいんだよ。音量制限はあるんだよ、日本は。あの、あるの、絶対あるの、あるの。ああ、どこのライブハウス、今はなき渋谷アックスだった。アックスだね、今もう取り壊されたけど。モグアイ、そう、法律破って、いや破ってるよ絶対あれ、マジで。ミキサーのやつが、 PA の人、ミキサー宅の人がマスター音量をね、あの本当はあの10までにしないと、日本の法律はしないといけないのを100とかやつって、100までメーターピッて上げたと思う、あれ。いやそんぐらいは。だってさ、一応さ、バーンってやった瞬間にさ、俺さ吹っ飛ばされるぐらいさ、本当だよこれ。他のお客さんとかだって泡吹いたもん、ライブ終わった後。俺はだからライブそのね、終わった後だよ。もうだってライブ中はさ、もう曲の境目が分かんないの。あのさ曲の境目が分かんないし、全部ノイズなんだよ。ゴゴ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 ゴだよ全部。ドラムとかなんかギターとかベースとかいろいろんだけど、とりあえずピアノの人とかねいるんだけど、ゴゴ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 ゴ、ボアダムスもすごいんだ、ゴゴ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 ずっと。いやでもそれが初めはね、初めはうわーってなったんだけど、初めは感動した。いや初めはうわーってなんだけど、な、耳ってやっぱ慣れてくるから、あの大体30分ぐらい経ってくると、もうなんかもう、そうそう、気持ちよくなってくんの。いやの頭が要するにいかれてくんだよ、もう感覚が、もうなんか気持ちよくなってくんの。じゃあ本当に本当にマジでふわふわ、そうそうそう、ふわふわするマジで。発揮した、いや発揮としなかった、うん、その時酒飲んだけど発揮しなかった。とりあえずふわふわ、モグアイの客アーフック、アドレナリン大、いやわかんない、とりあえずなんかね、もうなんかな、アトラクションだよね、なんか。うん、俺さ、あのさ、遊園地でさ、ドドンパとかさ乗ったことないんだけどさ、多分遊園地のさ、あのさ、豊島園とかさあるじゃん、あのアトラクション、いやアトラクションだよ。いや本当に、いや多分ジェットコースターだよ。めちゃめちゃやばいジェットコースター乗った時とか、うん、多分、いや本当にそんな感じだった。バイキング、ドドンパ、音楽すごい、いや音楽すげえ、3拍やるな、ゲロリゲロリゲロゲロ、あーいたね、ゲロゲロゲゲゲ、中毒性あるやつ。うん、お薬飲んでないよ。うん、いや、そんだけの精神薬飲む。なんで精神薬、マイスリアン、なんで俺が精神薬飲む。なんで俺が精神薬飲んでさ、お前さ、ライブ行くんだよ。お前、それ危ない人じゃん、お前さ。ね。うん、それやばい人だよ。やめてよ。それが中毒性が、まあ、あるかないか、俺、そん時だけなんだよ。そんだけすごい爆音で聞いたの。うん、お茶爆タイムです、お茶爆、よろしくお願いします。あ、今日はスペシャルゲストいるんで、今日本当に今日配信見てよかったっていうね、配信やるから。あ、マジマジ。あ、お茶爆、いや本当にね、今日はね、お前お茶爆するしてもしてよかったっていう内容のやつやるよ。ゲストもうやるやるよ、もうてかもうやる、もう11時半じゃん。あ、もうやるよ、もうやります。あ、ゲストもう来ますか、ゲストなんですか。いや、ゲストそういうのやりたいって思った。いや俺もやりたいって。いや多分ね、子供がね難聴になる。うん、は、初見です。あ、レイターズ、あ、レイターズ、あ、レイターズ、ありがとうね。ゲストって宮本さん、あ、違って、あの本当に、いや子供が難聴になる、あれは。俺はモグアイのライブあれ経験したの、リアルな意見、リアルな意見。最近さ、あれさ、アジカンがさ、知ってる、アジカンが僕たちのライブ、まあ言ったら俺らのライブも同じだと思うけど、音量が、ロックバンドのライブは音量がでかいから、子供たちはあのイヤーマフってのがあるんだけど、こういうやつ、イヤーマフ、こういうやつ、子供はこういうのをつけてライブしてくださいみたいな。そう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 、子供は。アジカはなんかね、ゴッチさんがね、ツイッターでそれを言ったんだよ。そう。でも確かにそれはね、まあ正しいと思う。うん。まあ子供っていうか、あれだよね、3歳児とか4歳児。うん。アジカのそれすごいよね。かまっちゃんライブ何歳から、いや何歳とかないけど、要するに赤ちゃんとかさ、まあそういうさ、お子さん連れのさ、お客さんってさ、やっぱさ、たまにさ、新生かまちゃんもいるじゃん。俺もけどやっぱさ、まあ、3歳とか4歳ぐらいは絶対まださ、こういうイヤーマフはした方がいいよ、絶対に。こういうやつ売ってるんだよ。うん。イヤーマフってのが、アマゾンに。うん、鼓膜が破れちゃうっていうか、まあ、耳が絶対に、本当にね、多分影響あるから。
うん、新木場小坊民選、そうそうそう、なんかね、そういうのは多分ほんとやった方がいいと、あのお子さんと、あの3歳とか4歳とか分かんないけどね、子供連れ増えたよね、あ、そうなんだ、ライブで子供いると気になるって当たり前かと思った、ふむ、いや、でもやってない人いるっしょ、全然、いっぱい、この、ほんとに赤ちゃん連れてきてる人でも、もう、まあ、もう赤ちゃんが吹っ飛んじゃうぐらいの爆音の中でも、よーしよしよしよーしって、リズムに合わせてやってるやつがいるんじゃないの。大人の自分でもこの前カナチュラルクラブライブで耳が痛かったです。あ、そうなんだ。でもやっぱだからその赤ちゃんとか連れてきてる3歳4歳児で、まああとは小学生でもそうなのかな、俺わかんないけど詳しくは、赤ん坊はまずいだろう、うん、小学生でもどうなんだろうね、小中学生でも、まあ言っても大人でもやられる人はやられるからね。いや大人でもそうだよ、別に赤ちゃんとか子供だけじゃなくて大人でも耳が弱い人はやられる人、難聴になっちゃう人がいるよ。うん、赤ちゃんライブハウス行って行っていいの？知らない、忘れた、ダメなんだっけ、民生していこうかな、やられるわ、赤ちゃんはダメだよ、せめて小学生まではやめておがいい、なるほどねって考えるとお母さんは大変だ、ノコパパのスターターピストル、いやいや耳弱い人、そうそう耳が弱い人とかやっぱりさいるからさ、そうそうそう子供で、バンドマン、あとちなみにバンドマンみんな難聴になりやすいって今コメントあったけど、あの下手な DJ の耳は3日くらい、あのね俺も1回配信で言ったことあんじゃん、俺突発性難聴なんなかったけど難聴になった時期あるよ、あの2年前かだよね、ね、に言ってたでしょ俺配信で、2年前か片耳聞こえなかったんだよ、今治った、今は治った、うん、俺片耳聞こえなくなって、そう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 、突発性難聴になったと思って、そうそうそれなるよ、いやマジマジ今は大丈夫、俺だからその時さ、あのさ耳鼻科行ったの、耳鼻科行ってさ耳が聞こえませんって言ってさ、こっち耳聞こえませんってさ言ったので、もってさ耳の検査しましょうってさドクターが言って、ドクター中松がさ耳のさ、サカナクションも山口さんもさ突発性難聴なんだよ、あの人サカナクションの山口さんって、僕あのうちの PA のスタッフの人が仲いいんだよ、山口さんと仲いいんだけど、それ話聞いたんだけど、山口さんって結構マジであの大声で喋んないとなんか聞こえないっていう、話しかけるときね聞こえないとかあるらしいよ、うん、山口さん、サカナクションの突発性難聴持ちだから、あの人、うん、毎回か分かんないけど、うん、でもってドクター中松かなんかしねえけど、あのドクターに僕の場合は突発性難聴になって、そう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 、うん、耳クソじゃねえかってなんか、僕こっち耳が聞こえませんって言って、それであの耳鼻科行ったん、でもってドクター中松か分かんないけど名前ドクターが、じゃあ耳の検査じゃあしましょうって、あれお前らも小学生の時やったろ、小中学生の時これこうやってやってピーってなった方、じゃあ左耳が鳴ったらボタンを押してくださいみたいな、こういう検査やったっしょ、ピーって、うん、で僕こうやってピーってやってやったの、でもってさ、でもって僕こっち耳聞こえませんって言ったらさ、なんか検査終わった後ドクターがあの俺君そっち耳のが聞こえてるよって言った言われた君そっち耳のが聞こえてるよってそのケースやった時これガチでこれガチで、あ、毎年やってる人いるんだ、適当に押してないよ適当に押して、いや俺本当に深刻に悩んでたから、マジで俺深刻に悩んでたんだよ、本当に反対側が悪かったじゃない、いやこっち見だったの俺、うん、深刻に本当に俺もう音楽、いや本当ずっと俺突発性難聴、よくさミュージシャン山内さんとかさ、あとはさディルのさボーカルのさ京さんとかもさ突発性難聴じゃん、突発性難聴のある人いるんだよ結構、あのミュージシャンって、だから俺もとうとうそうなったのかみたいにさ悩んでさ、それ耳鼻科行ったんだけどさ、うん、こっち耳のは君聞こえてるんだけどどういうことなんだいみたいにいやいやどういうことなんだいって僕が聞きたいぐらいですよみたいな、思い込みだった、うん、京さんもそうで、ディールの、うん、今スケキヨとかやってる、そうディールの京さんも突発性難聴、突発性難聴の人って結構いるよ、あのミュージシャンやっぱ爆音でさ常にさやっぱさ音聞いてっからさ、うん、そう難聴じゃなかったの結局、病院エピソードはサビ音じゃない、いやガチで聞こえなかったけど、本当にその時は精神的なもの、そう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 、疲れてるとか、みんなもけどそうだよ、うん、みんなもお前らもそうだよ、近畿の堂本、あ、堂本剛もそうなんだ、浜崎あゆみもそうなんだ、結構多いよミュージシャン、浜崎あゆみとかもそうなんだね、うん、みんなミュージシャン結構多いよマジで、爆音でライブで聞いてっから、突発性難聴なる人、自律神経とかでなる結構な、だからお前らだってさ、俺は多分ストレス
かもしんないね。ああ心身症から作病じゃない耳鳴りとかあったけどね。汗だからお前らもたあのつあの精神的に疲れてる時とかもういーっていきなりこっち見聞こえなくなったりとかした時はあの耳鼻科行ってみ。ああ私もなった精神的なこともある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 あミュージシャン多いよね。いやミュージシャンも多いけどあの精神的な疲れ仕事の疲れとかまあそういったねストレスとかでもあるから。自身がウィーって何めんみーライブの時イヤモニとかしてねえよしてねえよしてねえよくれよかまってちゃう。うちの事務所そんな金ねイヤモニとか高えんだあれよあれ10万とかするだイヤモニとかあれうちの事務所そんな金ねえよ。耳鼻科行ったら疲れって言われた。あそうなの。やっぱ疲れとかそうストレスとかもあるんだよ。ストレス解消しないとね、じゃあストレスに気をつけてって無理だよ無理無理無理。お前さ日本人さ今さ我々さこんなさなお前さお前さおいおいお前やおいストレスためんなってよ来いおいおかしいなおい本当にや。みんな突発性難聴になるよなこんなんな本当にな。ストレス社会だよ本当に。さっきののこさんの声の爆音ってストレス社会誰ってなんや。いや誰っていやお前らみいやみんなこんなストレス溜まるだろこんなもんさな。ストレスまずマシンあなんかストレス溜めるってね、難しいよ確かに。ストレスはライブで発散してありがとうございます。いやそんなちょっとでもなんかねそうやった救いになってくれたら嬉しいですよ僕らライブが。でもそれでもストレスまた溜まんじゃん。ライブからさあのさライブ会場のさ出口が出た瞬間にストレス溜まんじゃん出口出た瞬間にさうわーへーってなんだよって絶対そうなんだよそうなのそうなんだよってだから出口の文字がストレスってライブハウスにライブ社会での怖くでもだからそうなるじゃんやっぱさそのライブ中はいいかもしんないけどねうちらのライブ中とかさそうそうそう出た瞬間サザエさん見るとやばいね帰りの電車とかで発狂しそうになるしわかる。名古屋さん繊細そう僕何繊細そうって繊細の代表選手だよ僕は何言ってんだ僕はな。現実に引き戻される。ライブ出るとき潰されるからめっちゃストレス溜まってないからそれ僕のせいじゃないですかライブのとき潰されるからストレスが溜まるってごめんなさいね僕のせいじゃんそれ僕はダイブしてるからじゃないですかね。疲れた今晩やっとこれと発狂したい選手あとは待ってもう違う違う違うごめんねちょっとなんかゲストって言ってあの今日はみんなね起きてて起こさせてごめんね。あのなんか俺今日ほんと日曜日かと思ったんだよね今日月曜日なんだねそう社会人の人とか普通にもう寝ないと明日また仕事だよって感じなんだよね。俺今日ほんと日曜日かと思った今日ちなみにだから途中から来たら僕13時間作曲してました。あだから頭がおかしくなってます。あー月曜仕事あーちょっと1本だけ吸わして1本吸ったら今日ねあのねゲストってかあのね今日はね、あのね、演奏するよ。サトちゃんとかヒカキンとか待ったやつらは寝ろ。サトちゃんとかね、けどさ、俺さ、深瀬くんってさ、あれさ、あのさ、俺さ、最後さ、あの先週から電話したときさ、サトちゃんって、あ、ツイッターでもなんか言ったらしいね。深瀬くんってさ、今さ、一人旅にハマってるってさ、俺めっちゃ言われてさ、電話の時も今度のこんち行くやって言ってる。今度のこんちもさ行くよって俺んちまたそう来てよ電車で行くよって電車で行くよって一人旅深瀬くんってなんかさハマってんじゃん。電車で行くよって言ってくれた。でまあ本当に来るか分かんないからねそんな言い方しないあまあそんこんな言い方じゃないけどこんな言い方じゃないけどそののこんちにあの電車で行くよみたいなさマッチだよ俺。深瀬くんやばくない。一人旅がねハマってるからといって俺んちに電車で来るってさ相当だよね。18切符使ってやばくない。一緒にキャスしてわかんない佐都ちゃんもわかんないな。キャス一緒にやってくれたらね本人がね。まあだってなんて言ったってやっぱセカワのイメージとかあるからさあんま強制できないよ俺。一緒にキャスやろうとかやりたいけど俺は深瀬くんとキャスした瞬間にだって閲覧人数ね1万人とかいくからね1万人倍すっげえ倍名になるからね。あ深瀬くんそう韓国なんでしょ。その話もしたよ前回電話した時佐藤ちゃん。
いやなんか今あんま深くはこれ俺配信で話さないけどさ、セカはちょっと大変だったじゃん。あのセカ、まあ知ってる人はさ、お前らセカは知ってる人はさ、なんか韓国、あ一回そうそう韓国のやつとか、そうそう売名状と、うん、その話も俺電話でしたよ。深瀬くんがじゃあまあわかんない、さあじゃあ来るかわかんないけどね、うん、どう思ったって、いやいや何も話さない、なんかけどあったじゃんニュース、セカオはお前ら死んだ人いる、まあまああんまり、うん、とか言っちゃ喋っちゃうの知ってて、セカオは炎上したじゃん、あの海外の韓国のやつで、うん、なんかあったね、そうなんか炎上したじゃん、知らないわ、知らん、なんか炎上したんだよ実は、あのヤフーニュースにもなったよ、ヤフーニュ陥落なんかヤフーニュースにもなったよ、炎上したんだよあの先月か2ヶ月前かね、知らないどういうこと存ぜぬ、うん、そう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 、セカは興味ないから、セカはけどまあ知ってる人、知らあみんな知んないんだけど、ヤフーニュースとかにもなったよ、そうそう結構なんかめんどくさいことになったんだよ実は、知らなかったって人多いけど、うん、実は結構そうそう、めん韓国は日本より社会問題になってるからね、ああそのか韓国、あその今コメントでもあるんだけど、その女性軽視みたいな、そうそうそう、なんかインソムニアトレインっていうなんかツアーのさセット、そうセットでしょ、そうそうそう、あのライブセット、セカワのライブセットでなんかね、その演出で、それでなんかそれがなんか女性軽視だみたいな感じので、向こうのフェミニストたちからめっちゃなんか炎上してたんだ、うん、そう、それがすげえあの韓国ではやばかった、うん、そうそう、海外からも厳しいね今、海外のがあれは世界、あのだから海外のがさやっぱさそういうのさ厳しいじゃん、フェミニストはクソクソクソへえ海外って大変、いや結構日本もさやっぱそういうツイッターとかさなんかさあったりするけどさ、なんかさけど海外のがさやっぱさ、そうそうそう、やっぱすごいとこすごいねそういうの、うん、でも韓国で炎上してセカは今韓国行ってんじゃん、まあだからそういう話もちょっとしたよ、まあ話した内容言わないよ、言わん当然ね、うん、言わないけどまあまあまあ、うん、そうそう、うん、なんかくだらないよね、いやーだってそんなセカワの、まあ要するにさちょっとセカワのさセット、ステージセットでさなんかさ裸の姉ちゃんみたいなのが出したの、ステージセットに裸の姉ちゃんみたいな、まあ全裸じゃないよ、水着みたいな、水着の姉ちゃんを出してたの、それだけだよそれだけだよそれでめっちゃ炎上したんだって、女性を軽く扱ってるみたいな、あなたたちは女性を軽く扱ってるみたいな、やばくないね、俺さあれさ新生かまっちゃんがさ例えばさ海外行ってさ夕方のピアノ歌ったらさ殺される、あの銃で撃たれるかもしんないよな、あの海外の佐藤に、死ねよ佐藤って歌ってんじゃん俺、キルユー佐藤、キルユー佐藤って歌ってんじゃん俺銃で撃たれるよな多分な、リボルバーとかで、それは結構違う話、海外の佐藤がいるか分かんないけどでもさ、いや水着の姉ちゃんをさだからさステージセットで使ってさ、それで炎上するってさ、いやーまあだから価値観がやっぱね海外だと特にやっぱ違うんだよねみたいな話はしたよ、うん、やっぱその国はその国の価値観があってみたいな、そう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 、このレイシスト誰も気づかなかった、海外はスミスだね、何が難しい、海外のさ、いやスミスってこと、佐藤だと意味が分かんねえよ、サザンとかアウトじゃんって、そうなの分かんない、うん、厳しい国は厳しい、だから国によってやっぱそういうのはさめっちゃ下調べしなあかんのに、いやでもこれはさすがにって思ったけどね俺もね、その話さ、そうニュースとか見ても思ったしさ、水井の姉ちゃんをセットで使ってさなそれでさめちゃめちゃさ炎上するってちょっとな過剰反応しすぎだよって思うよな、違う文化やから厳しいよな、それでもまあ過剰、じゃあ水着になっちゃダメだってことなのかい、あでもまあそういうことじゃないのか、そういうのをアートとして使ったからか、セットだ、まあだからのこの全裸 OK じゃないんじゃない
海外で韓国だけじゃないと思うけど、わかんないけど、俺がチンコ出した瞬間にね、男性のチンポコをお前は軽視してるだろこの野郎って、アートとしてお前男性のチンポコを使うな、おいこいつはヤバいやつだーってツイッターで炎上するんじゃない。いやわかんないマジで、いやこれ別に今ふざけて言ってっけどマジで、まあ捕まるかてか捕まるか、うん、セットとしてはダメだったんかな、うん、いやだからアートとして、まあだからアートの材料として水着の姉ちゃんを出したりとか、まあそういうことをすることが女性を軽視してるでしょみたいな、うん、そういったことで今回セカはだから炎上してた向こうで、うん、なんかなんや、ぬこさん空港着いた瞬間捕まりそうですね、なんで僕が空港着いた瞬間にチンポを出してんですか、僕あなた僕のこと何だと思ってるんですかねえ、イスラム教の国はもっと厳しそう、当たり前だ、チンポコなんか出したら首、お前ムチ打ちの刑じゃ済まねえよ、本当に死刑になるよ、江頭とかもなんか北朝鮮かどっかでさ、北朝鮮じゃねえかどっかの国でさ結構逮捕されそうになったんだよな、あれな全裸になって江頭どっかの国アフガニスタンだっけ、結構やばいことになったんだよね江頭って、ギリギリムチ打ちの刑じゃ済まねえよ多分、今イスラムとかでチンポコ出してよ、空港着いたポロンっておかしいだろお前なんで飛行機から出てチンポコ出してんだよ、僕の飛行機チケットはこれだ僕の飛行機チケットはこれですってピッてピッて反応しねえぞなんでだってやらねえよバカじゃないのお前ら、やるわけねえだろなあ、文化知らないと命にかかんねえ、いや文化知らないとか言うね、それ以前のレベルの問題だろお前この話はよ、なあバカなんじゃないのお前、はい日本に戻ってくださいじゃ済まないから、あ銀杏ボーイズ台湾、え港さんって台湾で捕まったの、えそうなんだ、へえ知んないそれ、日本でなんかさあの書類送検になったのは知ってるよ、ロキノンフェスで、台湾で捕まったんだ、ミネさん。チンコ出して。へぇ。やっぱ海外だとダメなんだね。俺らもさ、やっぱさ、来年とかさ、まあ、海外行くかもしんないからさ、そろそろさ、たまっちゃも、ね、中国、韓国、台湾、ね、まあ、アメリカとかも行くかもしんない。わかんないけど、海外行きたいから、やっぱ、俺らもさ。俺もだから、チンコだけは出さないように、ほんと気をつけよう。マジで。ね。あっちいなーってさ、上脱いだと思ったら下脱いでるみたいなさ、ね、気をつけるわね、いやーちょっと韓国あっちいなーみたいな日本もダメだって、まあそう確かにね、だから確かに、いや確かにもうあのもともと言うもともとの話、日本もダメなんだよな、日本も捕まるんだよな、俺チンコ出してっけど俺なんかさ恒例行事の儀式のようにさライブでさあのチンコ出してんじゃん、確かにあれそもそも日本でも逮捕なんだよな、あれってな、俺よく捕まってないよな、うんね、確かにね、そう、草薙メンバーとかもさスマップでさ逮捕されたじゃん全裸で、江頭日本で捕まった、俺って逮捕されてないってすごくない、ルパンか、ルパンアルセーヌルパン4世か、すげえな、捕まってない、普通は逮捕だよな、ね、捕まってないんだよ俺チンコいっぱい出してるのに、俺めっちゃチンコ出してるよおなんで捕まんないの、ルパンだからアルセーヌルパンの末裔なんだろ俺、血をすげえな、政府公認政府公認のそんなんないだろ、まあまあまあ朝日ニュース捕まる、てか確かに捕まるんだよね、怒られないのちなみにスタッフにも怒られたことございません僕、うん、のこくんお疲れ様ってうちの事務所にも怒られたことないよ俺、ちなみに今までライブで、うん、ライブで怒られたことなんかないよ俺マジで、うん、なんで許されるんだよって、知らない、黙認、まあ黙認でしょ、てか死んなかったってか俺てか、まあ確かにそうなんだよね、日本でもチンコ出したら捕まるんだよな、ライブハウスでも多分知らんけど、事務所ごと狂ってやがる、まあのこさんののこくんのチンコだったらオッケーでしょっていう感じはあるんじゃない、うん、そこら辺のおっさんのチンコとのこくんのチンコは違うから、のこくんのチンコだったら
子供扱いなんじゃ、みんなケロッとしてる、起訴されたら捕まる、子供扱いなんで残さは OK。 でも俺出さないから、もう、うん、出さないから、基本的に俺はもうチンコなんか出したくないからお前ってか、違う、あれはさ、ってか思った、ってか違う、訴える人がいないからだよ。いや別に訴えられたとしても、違う、俺思った、あの残さは思った、あれ思い出した、俺さチンコ出してるんじゃなくて、お前らが、違う、俺がダイブした時にてめえらがズボンずらすんだよバカ野郎、俺はレイプされてるんだよなあ、だからだよ、うん、だからだよ俺はダイブしてる時にお前らがズボン脱がすじゃん、それでいつも最近はそうだよ、うん、2年前3年前は自分出した時あったけど、痴漢だよな、うん、痴漢被害、うん、被害者だよ俺は、うん、いやだから、いやそうなの、そうだよ、前回のさ1ヶ月前の横浜の時もライブワンマンの時もあれだって脱がされたからね、うん、そうそうそう、うん、お客さんは別に捕まるとかじゃない、 ないと思うけど、被害届出さねえよ、うん、そうなんだ、うん、いやずだって俺チンコ出すの、いや なんでチンコ出さないといけないの、キスされたことあるよ、うん、もうね不幸なことにね、あのね気持ち悪いおっさんとかね、あのおっさんにしかないけどディープキス、うん、くっせ、うん、あるよ、うん、女って結構脱がすぜ、知らないよ、とりあえず俺は最近のライブは脱がされてます、自分であの脱いでないからチンコ出したくない、おっさんキスあるよ、最近はないけどね、てかもうあのみんなちょっとごめんね、12時になっちゃう、俺じゃあ今日はあの演奏する、はい、リュウ君懐かしいね、そう、リュウ君に腐った、ガチでおっさんのディープキスされたことあるよ、うん、まあ別にライブ中だからさいいんだけど、あー初めてライブ行ったけどのこさん男にディープキスされたおっさんにっしょ、今日演奏するからヒカキンとついにゲスト来るヒカキンがボイパで参加するから、うん、あのね、あ、まあ今日な、もうちょっと待って、もうあのさ、ちょっとあのもうちょっと切り替えていい、俺もちょっとね今日流れをちょっと言うと、あの今日流れずっと曲作りもしたし、あのね実はね夜空の虫とどこまでも、はい、お前らちょっとヒカキン言ってっけど、もうちょっと見てるけど無視すんね進まねえから、うん、マジでちょっともう12時じゃん、ゲスト誰、うるせえ、夜空の虫とどこまでもって曲あるじゃないですか、ライブで最近やってないの、なぜかっていうと最近僕ら新生かまっちゃんみんな機材取り替えて、モノくんとかもあのまあみんな機材取り替えたじゃん、まあ俺だけ変えてないんだけど俺だけボスのエフェクター1個増やしただけなんだけど、千葉銀とかさめっちゃ金使ってさ、まあいろいろみんな機材変えたじゃん、それで夜空の虫機材変えたことによってできなくなっちゃったんだ、そう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 、できなくなっちゃったの、最近やってないでしょ、夜空演奏してくれ、聞きたい、うん、千葉銀なんで金あんの、いや千葉銀今金ないよあいつ、うん、金ないよ今全く、あいつは機材取り替えたから、そうだったんだ、そうなのか、うん、そうそうだった、そうそうだった、夜空の虫どこまで最近 やってない理由ってそれなの、できなくなっちゃったの、モノくんのなんかキーボードと、キーボードもさシンセサイザーも取り替えて、それでできなくなっちゃ、もう聞けないの、さあ来ました、コメント、いいねいいねそういう、うん、だからねやってなかった、でもってね、うん、大好きなのにもうやらないんですかってね、できなくなった、どういうこと、機材は変わってだからできなくなった、モノくんもさシンセサイザー実は変わってるんだよ、あのシンセ、あれお前ら気づいてないんだモノくんもねあれだよ、あの20万円ぐらい使ってあいつ貯金とかさ、もともと0円なんだけど銀行強盗してあの得た金で20万円使って申請変えたんだよ、気づかなかった、あんまり見えないあけど気づいてる人いるじゃん、音変わった、音変わったんだよピアノの音とか、うん、それは知らなかった、知ってるよ、え気づかなかった、あのモノックは20万円かけて、まあ、千葉銀はもっとかけてるよ、千葉銀行ったら、うん、千葉銀は50万とかかけてんのかな、うん、そうそうそう、ファントムじゃなくなった、そのシンセサイザーもともとファントムってやつ使ったんだけど、そっから別のもう全く違うやつに変えたの、音良くなったんだよピアノの音とか、お前ら気づいてないんだな、てか、あやばいな、え無駄じゃん、てかメンバー無駄じゃん、えベースの音とかさ、ベースの音ってさ
変わったの気づいてる？ちなみにベースの音、音だよ、音がさ変わったのってわかる？ベースの音は変わったってわかる？あんまそういうのわかんない、気づいてない、正直わからない。ベースはわかった、気づいてた。いや違う、音が変わったことだよ。千葉銀は自分で言ってんじゃん、もともと俺は変えたんだ、ベース新しいの買ったんだって言ってんじゃん。わかる？お前らわかんの？嘘つくなよ。だって俺がわかんないんだよ。お前らがわかるわけないじゃん。プロミュージシャンの俺がな、千葉銀50万円さ使ったけど、どう変わったかあんまわかんないんだよ俺が。俺がわかんねえのにてめえらがわかるわけねえだろ。わかんない俺は。JK 耳だから、そうそう、耳が JK だから、女子高生耳だから僕。うん、本当にね、モノくんもそう言ってた。そう、わかんない、千葉銀の音がどう変わったのか。お前らわかったって言ってる人は本当に千葉銀涙目。もう怒ってるだろうね、この配信見たら。大島死ねよこいつ。大島の耳はクソだからって、ああ今コメント打ちたいだろう、心のコメント打ってるだろうね。 JK バンドじゃんって何が。だからもう千葉ギャ50万円使ってけど、気づいてる人もけどさ、まあ何人か3人ぐらいいたね。うん、音は変わったってベースの音。けどモノくんも20万円使って、そうそう、あのキーボードの音、いやモノくんだって泣いてるよ。モノくん、今度ライブの時注意して聞いてみてください。次回から頑張って感じてみよう千葉ギャ。そんぐらい音気づいてないんだみんな。ベースはいい音になった。あ、気づいてる人いいんじゃん。いい音になったらしいよ。けど本当にキーボードは気づかなかったな。俺もピアノの音が良くなったって俺も別に言ってるけど、あのまあ、あでも俺ピアノはちょっと分かる、ちょっとだけ良くなった。俺でも分かるピアノは。うんうん、ちょっと良くなったぐらい。けど本当にちょっと、それも20万も使う意味あったみたいな。銀行強盗する必要あったみたいな。のこちゃん、アングリードライバー、あ、お、それするかも、アングリードライバーかも。ちなみに僕は1万5000円使いました。俺のギターの音が変わったの分かった？あとギターとか、なんか俺のギタリストのテックさんが改造して、金は俺払ってんだけど、なんかやってくれてて、俺全く分かんないんだけど、ブリッジとか、なんかギターのブリッジとかなんか変えてんの。みんなよりだいぶ少ないけどさ、ギター改造とかしてんだよ。ギターもピンクと緑のギターブリッジとか、テックさんがなんかやってくれてさ、みさこさんどんどん上手くなるよね。俺だからギター、俺はギターギターでけどやってるよ。ブリッジとか、なんかギターの音変わった本当に。うん、まあ俺も別になればいいからさ。でも俺もけどギターの音は変わったと思うよ。なんかギターエフェクターと、あとはブリッジとか取り替えて、まあわかんない、3万4万かな合計俺は。うん、ギター新調しないよ。やっぱだってのこさんといえばね、のこちゃんといえばピンクと緑のね、あのね、虫が集まってきそうなさギターだよ。お茶、あ、お茶バック、お茶バックしてください。演奏するから。あ、いいんだよ、ヨザーの虫はどこまでも演奏します。配信で初めてやる。うん、配信で初めてやる、こういう配信。起きててよかったね。俺今までさ10年間配信してきて、あのね、俺だからさ、ミキサー使ってんじゃん今、あのこれ、このマイクに、高級マイクにしてからミキサー使ってんだよ、これ、このね、ミキサー。うなちゃんマン、あーたたち、いいかい、うぅぅぅぅ、これがね、できる。ミキサー使ってるから、要するに、まあ、リズーマシーン今用意してんだよ。リズーマシーンと、今リズーマシーンと、でもって、あのね、あのこれ今これシンセサイザー見せてるけど、ちっちゃいミニシンセ、最近だから、要するにメンバーでさ、ヨザーの虫とどこまでもさ、防音しなくて大丈夫、電気消そう、あの配信でこれやるの初めて、こういう形で。あのだからヨザーの虫とどこまでもが、どうやってやろうライブでってことに話し合って、でメンバーみんなで考えて、これを使おうって。これもともと俺作曲で使ってるやつなんだけど、うん、で今日だから俺13時間作曲してたんだけど、その間にちょっとこれの作業もしたの、ヨザーの虫とどこまでの音色。
夜空の虫とどこまでもという曲で使ってるあの音色ね、うん、音色をこの中にぶち込んでやなんかやったで、ちょっとできそうな気して多分できる、こいつ使えば。だから次のツアーから、次のライブか分かんないけど、ツアーから夜空の虫とどこまでもはモノくんがこれ弾きます、俺がボコーダーで、うん、機材さんはゲストです。ミニステ、いや今日ゲストってか、もうゲストはだってヒカキンが来るとか深瀬くんが来るとかっていうより、新生かまっちゃんファンにとっては夜空の虫とどこまでも聞けるって何よりも嬉しいだろうな。ああ、新生かまっちゃんファンにとってはな。いやこれけどね、結構ね初めての試みだから、めちゃめちゃ爆音でうるさかったらすいません。ああ、ちょっと音量調整してないから夜空嬉しい、そりゃそうよ。いやでも俺もねちょっとワクワクしてんの。だから今日の配信をね寝ずにね、今まで見た人、まあね社会人の人とか眠たい中ね、明日仕事ある人とかね、夏休みのねあのね子供たちとかね、眠たい中でもね起きててよかったでしょこれ。いや俺もちょっとね緊張してるんですよ、初めてやるから。真っ暗にしてる、嬉しい、真っ暗にしねえよ。ちょっとね優しいとかじゃなくて、俺もちょっとやってみたいのこういう配信。うん、酔っ払ったからもう寝たい。いやちょっと待って、いややるから、うん、2時間待って爆音なく、あいやちょ爆音だったらごめん、爆音、いやちょっと音量調節したつもりだから爆音ではないと思う。爆音だったらそっちで音量下げて、あお前のスマホぶん投げて、あの窓の外に、うん、そうすれば音が遠くなるから。目をつむってソロでやるの、いや俺今ソロでやるよ。でもリズムマシンとか用意してるから、一応ちょっとねリズムマシンとかやりつつ、うん、明日は月末最終日やね、え7月30日31日まであるんだ。てかもう8月だね、うん、平成最後の7月にね、夜空の虫をねここでやるよ、ここで。ちなみに外に音が出ないから全然あ大丈夫、あの今の時間でも外に音出ないから。早いね1年、夏が終わるね、1年早いね、平成最後ですよ。あちょっと俺さ、いやこれどうしよっかな、ちょっとね配信始める前にアングルはこれにしようって決めたんだ。顔は見えなくなるけど、ちゃんとちょっと手元映して、いやちょっとね一回練習したんだけどね、緊張すんな、今ちょっと酔い覚めてきたわ。酒飲もっかな、ちょっとタバコ吸おっかな、 おしっこ行きたい。うん、いやこういう配信初めてやるからちょっと緊張すんだよね。ちょクーラー止めよう。うん、お酒飲みって可愛いとかじゃなくてマジで緊張する。いやこういうなんか俺だってさ、俺今までだってさ配信やってきてさ、俺初めてだよ多分シンセサイザーってか夜空の虫ってか、うん、シミケンのこと考えて落ち着くかな。シミケンね、ニュース見たよ、ネットニュース、セフレがなんか108人いるみたいな。いやあれ本当なの、あれデマでしょ、デマでしょ。でまさかシミケンがそんなことするかよ。うん、深呼吸して、うん、緊張する、いや緊張する緊張する、こっちまで緊張してきて、いやなんかわかんない、訴えられるぞ。そうそうそう。だからこうやって言ってんだろ。うん、最近なんかシミケンがね AV 男優いるんだけど、ハーチューさんっているじゃん、ハーチューさんと結婚して、そうそうそう、ガセでしょ、ガセガセガセ。でもあのガセガセなのにツイッターでシミケンは浮気しまくってる、結婚ってかなんかわかんないけど、そんなことしたのに浮気しまくってるよみたいなツイートした人を片っ端から訴えてるらしい。そうそうそう、怖いよね。うん、誰か分かんなかった、あまあいいや、うん、訴えるでしょ、事実こんな、うん、ツイッター怖いわ。いやお前ら本当にね下手なこと言わない方がいいよツイッターでも。いやマジであの5ちゃんとかで2チャンネルとかでもさ、あの最近野球選手の奥さんをさ、あのさ2チャンネルでさブスってディスったの、匿名でブスがって、ブスがって2チャンネルでだよ匿名で。でもその人がその野球選手、有名野球選手なんだけど、その人が訴えて勝ったんだよ最近。うん、訴えて勝ったんだよブスがって言っただけで匿名で。うん、結構古くね、嘘、結構それ古い記事なの、
だいぶ前なんだ。あ、そうなんだ。え、それだいぶ前なんだ。マジか。ブスじゃなかったってこと。お前バカだろ。ブスじゃなかったってこと、ハテナってなんだよ。そういう問題じゃねえだろ。そういうことじゃないだろ。名誉毀損みたいなことだよ。別に実際ブスでもさ、ブスじゃなくても名誉毀損ってことだよ。だからお前らハゲハゲ俺に言うじゃん。俺がさ名誉毀損でお前ら訴えたら勝てるってことなんだよこれね。俺がお前らさ 軽々しくさツイキャスでもさ、ブスでもダメだよって言う。いやブスでダメだったらハゲもっとダメだろお前。ハゲ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 俺に言うけどさ、片っ端からお前ら訴えたら一人ずつな、あの120万円取れるんだよお前らから。俺が訴えたら。でも俺は優しいから絶対そんなことはしないけどね。俺は優しいから絶対そんなことはしません。訴えたりとか しないよ。はい、そして、いや絶対そんなことしないよ。ノコはハゲてるから大丈夫。はい、僕は訴えたりしないんで、慰謝料で暮らせる。いや絶対そんなことしないから。はい、いやでも緊張すんな、緊張すんな。ミュージシャンになっちゃう、ミュージシャンになっちゃうよ。今バカみたいなさ話さずっとしてきたけどさ、この夜空の虫とどこまでもやるんだよね。お前らのね手のひら返しがね、ファイト落ち着いてミュージシャンみたいになっちゃうよ。ミュージシャンだよ。バカみたいな話ばっかしたいけど、その人がいきなり夜空の虫とどこまでもやるギャップね、ギャップ。ちょっと待って、俺でも今日だけじゃないから、せっかく準備したから全然また後日でもやるよ、やるとき。今日けど初めてだからさ、キュロちゃんとど根性があるみたいに喋らせていいよ。緊張するだろ、おいノコ。緊張するよ、おい、ね、あつまんなくてすいません。まあまたやるよ。悲しくなってきた、はい、ギャップに弱いよ。ちょ、でもほんと緊張するマジで。おしっこ行きたいけどちょっと待って。じゃあちょっとやるわ。ちょっと夜空とむしろどこまでもやるわ。これモノくん見てるかな、モノくん見てるかな、行ってきて。いやーちょっと待って、緊張する。モノくん見てるかな、モノくん見てたらモノくんがやるんだよ多分ライブでこれを。ちなみにねこれ超弾きづらいから、モノくん見てるかな。バイト今日バイトだったんだよあいつ、見てないかな多分。これね鍵盤がさ小さいからさ弾きづれーの。今日バイトだったモノくんは。モノくん見てないか多分。でもこれね引きずれんだよ本当に。多分ねモノくんね引きずらライブで多分失敗すると思うよ。だからお客さん皆さんモノくんのプレイに注目してください。あいつ絶対間違えると思う。いやこれちあの本当鍵盤小さいから。でもね僕ね、ちなみにこれねまあすごい専門的な話ですまたするよ。あの音楽やってる人は嬉しい話です。機材の話します。コルグのマイクロサンプラーってやつ、これ僕昔から使ってます。これ結構僕これ昔から曲作りに使ってます。これねめっちゃ曲作りに使えるんですよ。面白いの、めっちゃ面白い機材だから。これコルグのマイクロサンプラー、今もうディスコンだから売ってないけど、ディスコンになってて生産中止、ディスコン生産中止になってるから売ってないけど、ヤフオクとかで売ってっかな、わかんないけど。音作りできるよ。だから俺今まで曲作りで使ってきてるよこれ。黒い卵とか、友達が持ってる機材紹介コーナー、黒い卵とか、あとけど他にもいろいろ使ってきてんな俺。なんかけどね仲間を探したら結構使ってきてる。これロボットの夜とかもこれ使ってる。アマゾンで43,000、いや売ってる、アマゾンで。俺欲しいんだけど、俺これもう1台欲しいんだけど。これてか俺とモノくんはもう1台欲しいよこれ。欲しい。43,000で売ってんだアマゾンで。へえ。ロボットの夜とかもうこれで、あれトラックっていうか、あのドラムのトラック作ったロボットの夜とかね。いや結構これね面白いんですよ、面白いことできるやつ。まあ要するにサンプラーなんだけど、サンプリングはできるんだよ。お前らなやっぱな、
まあ一般ピーポーにはちょっとサンプリングって言ってもなんかわかんないよね。ここんとこつらいな、サンプリング。あ、ほら、わかんないよ。サンプリングはてなはてな。いっぱい届くわ、いっぱいちょうだい。ピアノで、いや、わかりません。わかるよ。いや、わかる、さすがにわかる。ムカつくの、わかんないの。ほんとにわかんないんだ。サンプリングってのは、あのね、例えば僕が、あの、声をサンプリングします。サンプル食品をサンプル。おいしいよね。もう、全マジでわかんないんだ。例えばこれを使って、こうやって、これに当てはめて、自分の声を、ね、あのね、チンポコって言ったらチンポコって言うの。デモ音源的な違う。だから僕がサンプリングっていうのは、例えば自分がこれ声でね、俺がここにチンポコっていう声をサンプリングするじゃん。サンプリングしたら鍵盤でチンポコってなるの。チンポコ、言ってることわかる？言ってることわかる？鍵盤でね、チンポコってなるんで、録音して鳴らすの。そうそう、チンポコっていう音がなんか、けどちょっと一回、あ、けどやってやろっか。うん、一回ちょっとなんかた、あ、でも夜沢の虫からやりたい。もう緊張するから、うん、後で実践してやるよ。うん、後で実践してやるよ。一回理解できない、実践して。うん、この間 BPM でやってた、あのアメラ TV のあの EXILE の番組の BPM で、 BPM って番組でアベマ TV でさ、俺がさ機材をさ紹介したじゃん。あれは別、あれはボコーダー、これはボコーダーじゃないの。アベマでやってたやつが違いまーす。残念。ボコーダーは違う、これはまた違うの。残念。そう、ボコーダーは違います。これはサンプラ、うん、サンプラ。隊長のラジオが始まった。まあまあ隊長の方もいいと思うけど、俺もちょっとこれからちょっと緊張すんな。うん、夜空の虫どこまでもやるね。お前らちなみにさ、知らんやつとかいるかな、夜空の。俺のさ、ツイキャスのさ、リスナーとかさ、かまっちゃんの曲知んないってやつもいると思うかな。でもまあ、これ聞いて好きになってなる人もいるかな。夜空の虫とどこまでもっていう、俺が作曲したね、曲あるの。俺が作曲した曲。充電 5% です、さようなら。充電しろ、バカ野郎。お前、待てよ。うん。CD 買ったけど、まだ聞いてないです、楽しみ。おかしくねえ。 CD サイダー少ない。あ、やっぱほとんどウイスキー、ほとんどストレートに飲んでんだ俺。あ、ほんとに。あ、ほとんどストレートに飲んでる俺これ。うん、僕が作曲した曲です。あ、じゃあちょっと行こっかな、行こっかな。ちょっとじゃあ夜空の虫とどこまでも、まだ天才の曲だよね。まあ俺は天才だからな。ちょっとやっぱクーラーつけよう、熱。やります。わーい、お願いします。貴重な機材にこぼさない。やるね。ちなみにちょっと音出してみます。うるさくないと思うよ、うるさくないと思うんだよね。うん、多分ちょうどいいとは思うんだけど、音を出してみるね。俺初めてだわ、ほんとリズムマシンとかさ。初めてじゃねえか、ピアキャスの時、ピアキャスの時けどやったことあるか、リズムマシンは。けど超昔だなそれ。うん、でもキーボードはね、サンプラーは初めて。サンプラーはうるさくしろ。うん、まあ一応ちょっと音なら多分うるさくないと思う。聞こえる？聞こえる？ちょうどいい。あ、ちょうどいい。あ、オッケー。これちょうどいいんだったらちょうどいいわ。オッケーオッケー。うん、ちなみにね、ついでに夜空の虫とどこまでもって曲あるじゃん。これはね、ほんと俺もね、まあ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 俺はまあ天才だよね。これは夜空の虫とどこまでもって曲は俺は聞こえるよ。ヘッドホンしてるから、俺ヘッドホンしてるから。
このね、この曲はね、これもサンプリングで作った曲なの。うん、結構聞かれんだよ、夜空の虫とどこまでもってどうやってこの音を作ったんですかって。あのエンジン、言ったら音楽業界のあの同業者の人、エンジニアさんとか、この音ってどうやって作ったんですかって。この音こうやって作ったの。だからサンプリ、このこれ、俺はピアノの音をサンプリングしたの。例えばこの音よ。ん？ん？違うか。あ、これだ。これ。これをサンプリングしたの。これをサンプリングしたの。これ多分ね、俺初めて言うよ。インタビューでも言ったことない。これ初めて言う。うん、これをサンプリングしてって、そう作ったの。貴重だよね。俺今まで行ったことないわ。そう、みんなけどね、今まで結構たまにね、リスナーからもね、100回ぐらい聞かれたことあるよね。夜空の虫の音ってどうやって作ってんのって。こうやって、だからこれをサンプ、このピアノの音、これをサンプリングして、でもここまでは誰でもできんだよ。ピアノの音誰でも弾けんじゃん。デデ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 ンって誰でも弾けんじゃん。バカでも弾けんじゃん。こっからなんだよ、俺が天才なのは。これをメロディーにするのがすごいんだよ。こっからが俺は天才なんだよ。だってできんだよ、こんなもんは。サンプリングなんて。そう、まあ、こうだから俺は天才なんだよ。どうやって思いつくの。いや、まあこれはもうセンスだよ。感覚、センス。うん、そっから曲にすんの。うん、坂本龍一もびっくりだよ。もう龍さんもびっくりだよ、坂本さんも。うん、でもまあ俺は結構やっぱせ、まあまあまあ、けどみんなやっぱまあまあまあさ、まあまあ、うん、天才の人はみんなねできるよ。うん、やばいこれって。ツイキャスでやっていいのって。何が。いや全然ツイキャスでもどこでも正規でも何でもいいよ。うん、まあその代わりね、こんな天才な姿が見れるからね、皆さんお茶爆、まあけどお茶爆はね、僕実際もだ今ね、いくら儲かってるか いつか言うよ。あの皆さんびっくりするぐらいな、あのお金も儲けてるから、うん、いつか言うね。ありがとうね、みんなお茶爆。うん、俺結構びっくりする額今儲けてるよ。はい、うん、酔っ払う前に夜空ごめん、凄さがわからない。いやー結構これはねマジですごいことだよ、俺のこの発見を。うん、例えるならばコロンブスが初めてアフリカ大陸をね発見した時のようだ。まるでのこさんが夜空の虫とどこまでものメロディーをひらめいたあの瞬間って、それはまるで思い返すとコロンブスがアフリカ大陸を初めて発見した時のようだ。こう例える、いや本当に相当じゃんって。すごいっしょ、世界規模。アメリカか、アメリカ大陸、アメリカ大陸を発見した時。そう、ニュートンレベル、結婚してやらない、やる、すごすぎる。どういう気分で作ってたのってのようだ。シャカリコロン、歴史に残る、下り長いよ、はよ引いて。そろそろ眠い。いやちょっと待ってよ、今眠いっておかしいでしょ。何歳の時に作った曲。おむちゃん説明するとの長い、もう10年前だと。10年前だよ確か。これも10年前ちょうど。ちょっとトイレ行きたいって。俺も行きたいからお前も我慢しろ。俺もしょんべん行きたいんだよ。緊張する緊張する。ライブの前みたい、ライブの前みたい。ハゲ取るやんけ、トイレ行ってきて。ライブの前みたい。いや緊張すんだけど、頑張れ。酒飲んでんのに、ある意味ライブ。トイレ行ってきて、トイレ行っても待っててくれる。
チンポコの方が気になるんだよ。だからチンポコでサンプリングしたら、これがチンポコチンポコチンポコってなるの。これで分かった？待ってる。ちょっとじゃあ一瞬ちょんべいってくんね。チンポコでサンプリングしたらチンポコチンポコチンポコってなるの。本当にそういうこと後でやるよ。じゃあちょんべいってくる。まあ、マジでもうやるから、もうちょっと待って、寝ないで待ってて。本当に夜空の虫とどこまでもやるんで。いや緊張すんな。けどまあまあ今日だけじゃ、まあまあ今日だけじゃないよ。せっかくこういうことできるようになったらばね、他の日もやったりするよ。でも結構やっぱ配信環境良くなったよね俺ね。トイレ行ってくんね。あ、そうだ、俺あとさ、全然超今さなんだけどさ、何がチンポコの虫とどこまでだ、この野郎。おい、この野郎、やめろ。何がチンポコの虫とどこまでもとか、人の曲を汚さないでくださいね。はい、おっか。正直サンプリングって何のことかわかんない。だから教えるから、後で。早いね、トイレ行ってきて。俺さ、今さなんだけどさ、あのさ、ちゃんとさ、たまにツイキャスとかでさ、あのせっかくツイキャスいっぱいやってんだから宣伝しようと思って、のこちゃんこんばんは、いいと来たね。はや、お前らあれさ、ツアーファイナル来て、スタジオコースト、ツアーファイナルちゃんとライブの宣伝しようって思って。今さら今になって気づい、ちゃんとそうライブの宣伝をねしようって思って。今さらすぎだよね。迷ったけど行きます。来て、あのやっぱ埋めたいから、ちゃんとスタジオコースト、今超今さだよね。安倍翔も来るから、安倍翔は千葉ルックとりあえずゲストで入れるから、もったい、新木場で夜空、お茶バッグしか見えて、あの宣伝台、そう今さだよね。めちゃくちゃ俺何年配信してんだよって、俺初めてさライブ来てくださいってさ言ってるよな。でも今回ほんと埋めたいの、ちゃんと新木場コースト3000人かな、うん、3000人ぐらい一般で買えるから、埋めたい埋めたい。ねえ、みんな来て。ツアーファイナルは埋めたいの。ツアーファイナルは、ツアーファイナル埋めたらね、埋まったら次は武道館行けるから。ああ、そう、3000回一般でも間に合う間に合う間に合う。埋めたいね、埋まって。そう、うちはやっぱ埋め、やっぱツアーファイナルを埋めたらやっぱ次行こうってやっぱなるんだよ、どのバンドも。次のステップへ。だから埋めたい。うん、スタジオを行ったなって言う。行ったぞ。ああ、行ったのごちゃん、行った、武道館。だから階段みたいのあるから、ちゃんと。うん、だからほんとスタジオコースター埋めたい。うん、でもって次武道館ね。うん、だからとりあえず有言実行、聞いたぞ、頑張る。武道館やれたら泣いちゃう。先が聞いてきた。3000まで武道館行ける。うん、みんなで埋めよう、行きたいな。いや来いよ、だから来て。ツアーファイナル、とりあえず、まあツアーファイナル、なんかあの北は北海道、南は沖縄まで住んでる人ね、北は北海道、南は沖縄までリスナーな、お前らいるっしょ。もう北海道からも沖縄からも、もうと来い、もうみんな来て、スタジオコースト。うん、武道館6万人だからね。武道館6万人じゃねえよ、うん、1万人だろ。まあまあとりあえずみんな行くだろ。いやだから埋めたいから、だからスタジオコースツアーファイナル来て。めっちゃ行きたい、武道館に行くね、ごめんってね。いやごめんってなんだよ、お前がスタジオコースとまず来ないと武道館の景色は見れないぞお前、一生分かってんのか。新幹線乗ってく。武道館、10月20日土曜日です。あ、そうそう、10月20日の土曜日、10月だから、10月新木場コース10月、ツアーファイナル10月20日土曜日。お前ら来れんだろうがよ、ニートとかさ、ニートでもさ、あのさ、社会人の土曜日休みなんだからみんな。来れんじゃん、土曜日なんだから。だから来いよなあ、分身の術使って。忍者ハットリックになって。来い、みんな来い。ヒカキンと仲いいの。
まあとりあえず早くしてくれっていうね、あのね、やるね。まあその話はまあ宣伝はちょっとたびたびしようかなって思ってます。うん、まあ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 、けど本当に、けど、うん、俺結構ライブの宣伝とかしないよ。みんなネットで見ればいいじゃんってさスタンスだよ基本的には。俺は今みたいに、今も夜空の虫どこまでも演奏するけどさ、ネットで見ればいいじゃんみたいな。俺はどっちかっつうと、そういう昔から変わんねえよそこのスタンスは。でもリアルの方でやっぱスタジオコースとかツアーファイナル埋まったら次のステップ行けるのは、それもまたリアルだから、まあまあ一応ね、そうそうそう、そういうね宣伝もちょっとたまにはしようかなと思う。埋めたいよね、うん、埋めたい埋めたい、生は生でやばい。まあまあとりあえず、はい、うん、ちょっとカメラアングルこれでしよっかな。じゃあちょっとね、うん、ちょっとはよして。いやお前さ、お前はさ、ベッドの布団の上でさ乗っかってさ、スマホ見ながら乗っかってこの配信見てるだけだからいいけどさ、こっちとらさ演奏会するんだよ。幼稚園の頃とかさ劇とかやってたっしょ、文化祭とかさ強制参加したっしょ、運動会とか。緊張するよ、それと同じだよ。うん、バレてる、ゴロゴロしてるっしょ。うん、こっちお前らさベッドの上に乗っかってると思うけどさ、椅子に座ってるよ、正座してるよ、待ってました、睡眠薬飲んだから早く、知らねえよ。まあちょっと待って、もうベッドがバカやるやるか、ちょっとオッケーやる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 ぞやる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 ぞやりますやりますやりますやるねやるね。ただ俺本当にね、ちょっとてか俺の、ちなみにまたちょっとだけすみません、ごめんね。俺夜空の虫とどこまでもこのライブのバージョンってボコーダー使ってんじゃん。俺がモノくんが弾いてるバージョンを弾くって、それを配信でやるのほんと初めてです。皆さんに披露するの初めてだと思うな。あ、けど昔はライブでやったから俺、昔のライブ来たことある人は、うん、でもほんと超久々、10年ぶりよ、10年ぶり。うん、俺が弾くってモノくんが弾いてるところ、そうだね、頑張ってなんだよそのコメントそうだね、頑張ってやるね、やろやろ、ダメだ、みんなちょっと待たせてる。のこちゃんおやすみ、おやすみなさい。やるから寝んなよ、やるなよ、やるなよじゃね寝るなよ、今からやるから、おやすみって。おい、やるよ、集中すんね、集中すんね、土平日だよ、俺今日日曜日かと思ったんだよ、ごめんね本当にマジで今日月曜日だったんだね、俺日曜日かと思ったのマジで、配信始める前、これガチ。まあ いややります。じゃあちょっとね、夜空の虫どこまでも、これからね、あのね、あのライツアー新世界町のライブではこれを多分使っていくことになるかも。ライブでモノくんが弾く、夜空の虫とどこ、俺が作った曲です、夜空の虫とどこまでも。ちょっとやってみます、やってみます、やってみます、いきます。
敗しました。でも途中失敗しました。どうでした？なんか俺コメント読んでなかったけど大丈夫だった？失敗した途中やばって思った。アドリブ、いやちょっと3回ぐらい練習したよ。うん、3回ぐらい練習したけど、アドリブ、あとはここのつまみいじるとことかはアドリブだよ、もうこんなもん。うん、でもけどこれやっぱすごいっしょ。これをライブ、ほんまもんのだから新世界マッチャーのこれからのライブで夜空の虫どこまでもやるときは、天才でお前最高で、あやばいやばい、ちょっとすげえ、なんかさ褒められてる嬉しい仕組みが分かると思うし、つまみえぐいっしょこれ。だから面白いんだよ、いろいろできんのこれは。ただモノくんどうしよう。だからモノくんがだからこれをライブで、俺が今やったことは俺がやっぱ天才だから感覚でこっちつまみこうやって一人でやったりしたんだけど、これをだからちゃんとモノくんができるかどうか分かる。これ俺アドリブだからね、仕組みが分かん、仕組み分かんないっしょ。俺もこれ結構感覚でやってるから、だからこうやって弾くのとか難しいよ。これ面白いね、これずっとやれるよ。アーティストじゃなさっきまでバカみてえな話してた人とは、パリピに呼ばれる、バカみてえな話してた人とは思えないだろ。ありがとう定期さん、スタジオコースト、このシンセ欲しくなった。あ、いやこのシンセディスコンなんだけど、けどさっきのコメントはアマゾンでまだ売ってるらしい。お前が買う前に俺は買いたいんだよ。ラップをしてほしい。いや俺トラックメーカーだよね、ラップしてほしいって言うけどさ、俺昔からさ、けどさ、あのさ、やっぱさ、不可思議ワンダーボーイさんとかさ、あの俺の曲とかさトラックで使ってくれたじゃん。今あの人亡くなっちゃったけど、でもなんか結構俺トラックメーカーだから昔から、これリズムマシンはこれ使ってんだけど、俺けどさやっぱさトラックメーカーだよね昔から。俺はみんなあの新生カマッチョの曲さ、もっとインスト CD に入れてくれ。うん、チンポコの話だとやばかった、鳴りやまない。のこさんすごすぎてビビった。豆腐ビーツくんとかも絶対できるよね、こういうことね。のこさんはやっぱすごいよ。いやすごいだ、いや俺トラック作りは本当に、桶作りとか俺新生カマッチョの今までのさ曲さ、聞いててさわかるでしょ、そのふざけた T シャツっていうか、いやギャップはすごいよね僕ね今ね。ギャップ燃えすマジ EDM っつか。いやこれちょっと僕配信でちゃんとなんかみんなに伝わ、俺も録画見よう、明日死んでも食うよね小村哲也より天才身内感やべえ、身内感やべえ、コメントがやばい。いやいやでもまあまあ僕はね、みんなが自信持ってのこさん小室哲也より天才ですってね言えるぐらいの俺は天才だから自信持って言っていいよ。うん、俺はみんなの期待を裏切らないから、これからも曲を作りね、あすごい人だった、明日も頑張れるわ。まあ僕もこれから曲を作り続けるわ。結構僕けどね、これはねこのマイクコルグのマイクロサンプラーはやっぱ今までだから、さっきも言ったように ロボットの夜とか結構だから面白いこといっぱいできるんですよ。明日頑張る、ほんとお茶爆したい。今聞けてよかった、のこちゃんが見えて演奏してくれてありがとう。いや全然また全然演奏するって。俺結構だから配信環境さ変えてからさ結構こういうこともできるようになるから、そうそうピアノとかもだからチェンバロとかさ、あのさあれ多分300キロとかあるけどさ一人で運んでここ持ってくればチェンバロ配信もここでできるからね。コルグじゃなかったらおすすめとかわかんねえよ、感覚だもん俺全部。最高ボコーダーとかもね、そうそうそう、何でも機材だから、ミキサー俺
挟んでるからこれからもニート頑張れそう。俺のせいにすんな。まあニートもね、まあ大人も子供も、いや俺のね、いやマジでガチで300キロあるから、今あれ向こうのさ部屋あるんだよ、うん、向こうのさ奥の第3の間ってのがあの俺んちあんだけど、向こうにあんだよ、あっちにチェンバロがあんだよ、うん、床抜けそう、持ってくんの超大変だよ。チェンバロ配信もやったことあんじゃん、ニコ生とかで。まあ飲めよ、マジで起きててよかったでしょ、起きててよかったっしょ。いやでもこれからもまあやるときやるから、うん、こういうことができるようになったんだよ俺、ベイキャンでお願いします。だからあちょっとね、だからもしもまたバンド練習、俺今週新世界マッチャン入るんだけど、バンド練習ピアノ独学で、あの新世界マッチャン、ま、次のスタジオからモノくんが初めてこれ弾くの、ちょっと次のスタジオで練習すんの、今週スタジオ練習入るんだよ新世界マッチャン、札幌楽しみ、聞けたこと、まあだから夜空の虫とどこまでも今の曲、あのな今までなんでやんなかやれなかったんだよ、だから次のツアーからはできる、うん、そうそう、業者使わなきゃ無理そう、300キロね、ほんと寝たけど起きた、いやいやいや月曜からね、いやでもってこの機材は、あとはすごいのはどういう使い方をするっていうねのをちょっともしも聞いたけど、あちょっと待ってよ、これ待って、これコメント待っちゃったの。あれコメント止まったんだけど、これコメントが止まったんだけど、これ見れてる。やべ、バグったな、コメントがバグっちったコメント欄止まってる、こっちでもコメント止まってる、あ今は大丈夫、直った、今コメント直りました、うん、コメント直った、いやちょっとこれもう一回やろっかな、今日最後にエンディングにちょっとこれね、直った、あこっち直りました、こっちもキャスがちょっと重いね、うん、コメントできない、キャスがちょっと多分重いんだと思う、ダメだよ、あ本当、こっちはあれコメント直ってねえな。多分ツイキャス自体が重いんじゃないかな、止まったり動いたりしてる、俺も今またコメント止まっちゃった。ちょっとコメントじゃあ直るまでタバコ吸っていい。多分今一時的なものだと思うんだけどね、いやーけど緊張した、これ直んなかったらまた枠取り直すわ、枠取り直して、あのこのマイクロサンプラーの凄さをみんなにちょっと教える配信するよ、でも眠いな、明日でもいいんだよね、一回更新してみようかな、あれダメだ、これをもうダメ、一回ちょっと更新して